はい。じゃあ、それでは、本日の担当合格講座、えー、民法の第1回の講義進めてまいります。えー、担当合格講座につきましては、えー、論文ではね合格とは作成講座ってありましたが、えー、ここはもう担当対策でもうしっかりと合格点を取っていくというための講座ということになります。で民法のえ科目から始まって全部で行政法まで7科目一気に進めていきますが、えー、担当合格講座のコンセプトとしては、とにかく過去問がもう全てっていうところがあるんです。予備試験についてはね。でまあ、一応ね、担当合格講座自体はまあ予備試験、司法試験を対象としていますから、まあ まあ、おそらく受験,受験生の多くがまあ予備試験という視野に入れていると思いますから、まあ、予備試験の過去問をとりあえずしっかりとやりきるということをまず目標にしています、えー、となので特に、ね、今年初年度で一発合格狙っていく方であったりとか、まあ、あとは2年目でちょうど、ね、1年目、2年目でちょうど今年が合格目標になっている方とすればまず一番最初やるべきことは過去問を全部潰すことなんですねでで過去問を潰すにあたってのポイントというのがあの一般的にあのものすごい熱っこい問題集みたいなのが世の中たくさん出回っているんです担当過去問集 あの問題集を解いていくっていうのも基本的にはあの同じなんですよね。 じゃあなんで担当合格講座というものが存在するかというと、まあ、一般的な問題集であったりとかあとは、いわゆる足別型の,、ね、あの問題集だと解説が非常に多いんですでもちろん解説を全部潰してあのやっていくということは一つ,一つ有意義ではあるんだけれども、まあ、回答を出すもしくは予備の論文の過去問にあ担当の過去問であの正答を出すにあたっては必ずしも重要な情報というものが、まあ、必ずしも最小限度の情報ではなくて非常に多くなっていて効率がよくないということ。でそれからあとは、まあ、できるだけ ハイスピードで回すということが必要になりますからそうすると自分でやっていくってなると例えば1時間勉強して、えー、まあ結構ざらにあるのよ問題3問4問しか進まなかったみたいなのがざらにあるんだけれども、まあ、そうなってしまうと結局最後まで終わらないリスクっていうのがありますからもう最初の1回目の講義の中でその正直ある程度もうなんか早いなってところがあるかもしれないけれどもあの講義の中では問題と回答、まあ、特に予備試験の過去問であれば出題されるときにこれだけ知ってれば解けますとかこの部分がまあ重要ですよというところを結構糸 基本的に集約しした感じで解説をしていきますでその中で1回の講義で大体30問題ですね30問から50問、大体足でいうと大体平均すると、まあ、例年の平均だと約200足弱ぐらいのものを進めていく形になりますので、まあ、週3回講義が進んでいく場合には大体600足ぐらいのものを講義の中で進めていくということになりますのでそうすると一人で問題解いて頭に入るかどうか分からんというような状態で進めるよりはとりあえず事前に問題だけは解いてきていただいてでそれで マルかバツカが分かっている段階で、まあ、一,応一応私が話していると耳から入ってくるので,で耳から入っていってしっかりとその回答に必要な情報を抽出していってでその中で自分ができたものとできないものをここでし別してで次の講義までの復習の中で必要によってはその解説というのはそのためにあるわけですねあの読んでみたときにもうちょっとこれを踏み込んでおかなきゃいけないなとか、まあ、実際、自分の中で初見だったからちょっと読んでおかなきゃいけないなみたいなものについてはその解説を読んでまあ理解していくという形になります。 で特にまあ担当の方法論ということで言うと、まあ、合格者のほとんどがまあ過去問だけで合格してます、ででた過去問だけで合格するというのは結局何なのかといったら、とにかくまあ過去問をただ解いて答えを覚えるだけじゃだめで、じゃあこのか担当の足だったら、その足を解くために必要な情報は何で,で、間違いやすいような足ってどういうところで出てくるかみたいなことをある程度、意識づけて関連づけていくということが必要になるので、まあ、講義の中ではその辺りのところを中心にえ進めていきます。なので あの特に復習する際もそうなんだけれどもあの一番、担当合格講座に限らず担当対策でやってはいけないことは無駄な時間を使うことなの、ね、で無駄な時間って何かって言ったらそのやらなくていいことなんですねそうすると例えば1回目で初見解くきにあの正直よく分かんないものをう,うんうなって考えたりする必要はないわけね。 あのもちろんこれ論理的な思考問題だったらそれは必要かもしれないけれども例えば「丸か××かみたいな条文知識聞いてるだけの問題でどっちだったかなとか思って考えるぐらいだったらもう分からなかったっていうようにまず一瞬もやっちゃえばいいんですでその上でもうとにかくもう丸か××か自分でつけてってわからないものをつけてで初見のか予習の段階で読みすぎないあのこれはあの独学でやる人が一番多く陥るミスで あの読んでいって、この解説にマーカーを引いて、ねとりあえずなんか全部覚えようってやるけど、そんなことやると、じゃあ予備試験の足って全部でどのぐらいかって、約1万足近くあるわけですよ、1万足の解説全部覚えるなんてね、しかも3か月ぐらい無理なわけで、なので、あくまでもこれってのは覚えるためのものではなくて、単なる知識の引き出しの要するにきっかけにすぎないわけだから、もう丸ツだけつけて、もし仮に、その条文だったら条文があるなっていうチェックぐらいだけしておいて、それで講義に臨んでもらうっていうことになります、予習ではね。 で講義の中では、さっき言った通りどんどん進めていきます、でそのときに自分がまあパッと見て、その1回目はできたかできなかったか程度でいいんです、で2回目は講義き聞くわけですね、で講義を聞いたときに、私の方でまで必要情報を説明していきますけれども、そのときにすっと入ったものとそうでないものを分ければいいんです、すって入ったものはもうできてるんですよね、だからそれについては、もうすっと入ったんだから解説は、場合によっては読まなくてもいいということですね、必要なければ、すっと来なかったものだけ、春別していく。 ででそれですっと来なかったものについてだけ読んでそれで理解して次の講義までに行くとでで次回の講義というのは冒頭で毎回ですね、えー、担当合格講座は、まあ、講義外になりますので、えー、通学の方は、えー、の通学時間の前のところで確認テスト。 でえ通信であったり、えー、ズームの方については、アップされているものですねあの、次の回のレジュメとしてアップされますので,で、そのアップしたレジュメのところをダウンロードしていただければ、毎回過去問じゃなくて、確認テストで出てるものは入手できますから、だからあとは皆さんも、あの通学で出てる方も、そのレジュメで、翌日のレジュメっていうやつで、あの毎回毎回、次の回のレジュメで、その確認テストっていうのがアップされますので、それ、各自ダウンロードして解くでもいいと思うんですね、それで今度はランダムです、本当の意味の。 でランダムになってますからそれでちゃんと自分の中で納得できて丸つけてるできるかっていうことを繰り返すというのが、えー、担当合格講座のル,ループということになりますなのでこうやって言うとねなんかあれかもしれない語弊あるかもしれないけどだから解説はすごく丁寧かといったらそうではないと思ってくださいあのものすごい丁寧にやっていくってなると絶対終わらないしあの、まあ、もっと言ってしまうと あのまあ、民法は、ね、ちょっと歩行が絡むことが多いんだけれども重要な問題だけやりますっていうのも予備試験は、ね、文句あ,のあんまりよくないんですよなんか過去問で出題されてる問題の中から重要なものをピックアップしましたっていうふうにやるんだけどあの予備試験の場合正答率に如実に出ててどんなに難しい問題でも2回目の正答率はすごい高いんですあのだいたい初見の第1回目の初回で出てきた問題の正答率がだい二十い20%みたいなこのほとんどじゃできねえよみたいな問題が出題されると初回はそれなんですよ だけれどもそれが3年後に類似足で出ると正答率が80%とかに跳ね上がってるんですよ。とすると何かって言ったらどんなまあ悪問、疑問であったとしても予備試験で出たものがもう1回出たら文句言えないっていう状態の試験ではあります。だから本番でトータルで60%の合格得点率でいいっていうふうに言ってるじゃんだから初見の問題についてはもういいんですある程度捨てて。 だって合格点見てもあの,合格の正答率見ても本当の初見問題で正答率20%とかねあの場合によっては結構奇跡的なものあるから、ね、1.3%とかねもう回答不能だろみたいな問題も実際出ててその問題が解けるかどうかで合格するわけではないんですよ要はそ,れそうではない初見じゃない問題というのがどれだけ解けるかということになりますですからさっき私が 1. 何の問題っていうふうに言ったけどこれは1回目だったらそうだけど2回目はできなかったら文句言えない。 っていう試験で,で大体合格率が大体20%ぐらいの試験じゃないですか予備試験の担当ってで。全部回しきってるぐらいの人が大体そのぐらいの割合です。 なので、まあ、イメージとしてはそのなるべく回転数を上げてやっていくというそのペースメイクとして使っていただければと思います。でなので、講義としては今日は初回ですので予習は前提としていませんけれども次回以降はだいたい範囲を決めてだいいた40問から50問前後の範囲を決めて問題を解いてくるところまではやってきていただくという形になります。で今日は えー、進め方というよりも実際に内容入っていきますけれどもやっぱあの解説を通じてあの過去問で聞かれているなというようなものが何回も出ているということはできるだけ体感してほしいと思ってますであとはです、ね、もう1つあのここでまあ触れておくと論文で問われる重要足というのはありますよね。 えー、例えばまあ代理とか、ねえー、時効とか、まあ、そういうところだったら、まあ、論文でも共通するところだけど担当では担当プロパーと呼ばれるものがあります、えー、例えば条件、期限だったり制限行為能力であったりとかもうちょい先行けば先取り特権の順位とかねあと定当権の計算とか、まあ、そういうのたくさん出てきますけれどもあの講義の中では論文で問われるど真ん中みたいな話ありますよねもう百選判例と呼ばれる重要判例みたいなものについてはこれは知ってますよねっていう流れになりますどうしてもあのこれはあの入門、えー、論文、担当っていう一応最後のね、えー、フェーズの中で 段階になりますのででそこでまあこれは論文で知ってるよねって言われたもので違和感があったらそこは解説読んだ方がいいです。あの要するに 担当の問題についてはとりあえず答えが分かればいいじゃんというところはあるんだけれどもあの論文で出てますよねとかもしくは論文で重要だよねとうう呼ばれているもので違和感があるものについては解説はその時熟読は意識にした方がいいかなというところはありますでその上で今日の進め方ですけれども、えー、と民法はめちゃくちゃあの量が多いのであの予備試験、司法試験の,その司法試験プロパーの問題は1回置いてまず全部予備試験の過去問で一周しちゃいます。 えですので、きょうはまあ最初なので予習なしという前提になりますので、えー、法律行為の意思表示、えー、37ページ以下の問題から順次やっていきますが、えー、この中で,いいですか、ねえー、37ページ以下でやっていきますけれどもあの問題としては あれですね、その司法試験というふうになっているものについてはあの2週目に回すと思ってくださいですので第19問からがちょうど虚人表示になっていますが、まあ、司法試験のみしかついていない第19問、第20問、第21問あたりは飛んで,で第,22問第22問まで飛んで <laughs> 第23問で「よ」というのがついていると思いますでこのよ」というのがついているものが1週目の対象ということになりますですから全体の中でこの予備試験との共通問題というのはそこまで多くないのでまずは8回を使って頭からじっくりローラーのようにやってくるよりはまず1周バッと塗ります。 でね、まずあの民法の相続、物件、債権、家族法という全部の領域のところで、まあ、予備試験で出てきたものについて全部まずやってしまって全体像のコアを抑えてから司法試験単独問題の問題を回していくという形になりますので進め方としてはそんな感じでいただければと思います。 では、早速ですけれどもね。えー、もう問題見ていきますけれども。あの、ある程度、まあ、やっていることはあると思うから、今日は一緒に読んでって。あの、まあ、担当の問題ってこういうもんだなというところをね、意識してもらえればと思います。では、早速第二十三問から見ていきます。いいですかね。<laughs> じゃあ問題としてはね、ねあとは正答率については一応こういう形であの問題ごとについていますが、まあ、あまり参考にはならないですけれども1、まあ、つの目安としてはあの正答率70%を超える問題については落としてはいけない問題という位置づけになってきますあの初見であってもね。なので、まあ、一応参考までにはしてみてください。 じゃあ早速ですけれどもいきましょうで、えー、と一応あとはあれかな担当の初見初回だからまあ言っておくとですねあの回答を出すにあたっては「あの」あから「お」の中から2つ選びなさいっていうケースになってるけど全部の丸抜を本当は判定する必要はないですよね、えーまあえー、言ってみれば消去法であったり入り消去法とか使って23個の足が分かれば、えー、回答できますからあの本番ではそういう形でねやっていけばいいですがあの担当合格の中ではとりあえず知識を入れるっていうことが重要になりますからあ,のそのあんまり重要じゃないっていうのも含めてね あのそういう、えー、知識を入れることが重要になりますので、えー、どちらかというと前足、最初からやっていくことになりますので、まあ、条文上の根拠とかも含めて見ていきます、で基本解、解説を引くことはほぼありません解説引くことはほぼありませんが解説はもしあの必要に応じて使うこともあるのであの講義の時にはあもあの分冊の問題集じゃなくてこの、えー、と冊子ですね、担当の過去問題集って本も持っておくと、まあ、解説一応ちょっと使いますよということもありますのでこちらのほうはちょっと適宜持参していただければと思います。 では、それでは、えー、早速ですけれどもね、えー、時間の関係もありますので、どんどん進めていきましょう。まず、意思表示についてはま、えー、通謀虚偽表示とか、心理留保、通謀虚偽表示、錯、ま、誤、あ、詐欺、脅迫っていうね、えー。典型的な意思表示がありますが、えー、第二十三問の問題から、予備試験の共通問題から見ていきます。 はい、ではまあ正しいものの組み合わせということになりますが、ではもうばーっといきますので、まあ、実際、今日は初回だからあの初めてかもしれないけど、まあ、読んでみて、ああそうかなみたいな感じで納得できる方うは納得して、えー、まあ一緒にあの頭を使っていきましょう。ま,あ、まず最初ですね、えー、作語を理由とする意思表示の取り消しの可否について、えー、作語の重要性は、表意者を基準として判断されるということですね。まあ、ほぼ民法の場合にはあの条文 と判例しか聞きませんから、まあ、サクッとやっちゃいましょう、あの表意者基準ではありませんね、えー、条文上では95条では、えー、取引上の社会通念ですよね、えー、法律上、法律行為の目的及び取引上の社会通念で決まりますから、まあ、この表意者基準ではなく、95条1個柱書きで、えー、取引上の社会通念によって定められるとされていますので、ここは違う、で大体このぐらいメモっておいて、復習するときにどこがどう違うかって、自分なりにパッパっと言えるようにしておけば全然構いませんじゃあいいいきましょう。<laughs> はい A, いいね、A の B に対する意思表示が A の錯誤を理由として取り消すことができるものであるとき、B も A の錯誤を理由として取り消すことができる、はい、これは大丈夫ですね、あの取り消しに関しては A が錯誤に陥ってますが、B が取り消せるかという取り消し原査に関する問題ということになります、そうすると一般論として、無効であれば誰でも取り消せるわけですよねあ誰でも無効使用できるけど、取り消しについては120条で、取り消し検査制限されていますよね。 120条2項で取消権が制限されています不安な方は条文後で確認しておきましょう可視ある意思表示をしたもの代理人、承継人に限定されていますから要は問題の事例をパッと見たときに何聞いてるかっていう抽出できるよね。あの特に 担当合格講座に関しては1回目じゃないですかなのであのしゃべりながら大体なんか解説をなんか何回か続けていく中である程度いろんなことは言っていくんだけどよくねあの担当の点数伸びない人の特徴の一つがこれを事例問題の一般化ができてないケースが結構多いですだからこの問題パーッと見て何となく「丸か「×」か覚えてて「あこれ×」だったなとかね「これ丸だったなって覚えちゃうんでこれ回答するために自分なりにもう一言で理由が言えるかどうか。あ例えばこれ取り消し権者は 相手方含まれないと言えばいいだけでしょだそれで罰というふうに言っていくというイメージで条文上の根拠は一応あるけれども本番で条文引けないわけだからあの担当知識としても普通に入れとけばいいでしょそうするとこれは取り消しですから錯誤取り消しなんだから取り消し権者は相手方は当然含まれてないので罰というふうにやっていけばいいじゃあ次です、えー、負担のない贈与について贈与者である A の錯誤を理由とする、えー、取り消しがされたが、えー、受贈者が、えー、給付を受けていたという場合です、まあ、状況わかりますかね えーまあ、実際、なんか、えー、と給付を受けていたで B は給付を受けたときに、えー、取り消すことができるものであることを知らなかった場合には、えー、現に利益を受けている限度にて返還義務を負う、はいまあ、これがキーワードですね現存利益って言ってますけれども要は、釈後の取り消しは認められるんだけどどの範囲で返すかという問題。 とすると、えー、知ってほしいかな。百二十一条の二の条文ですよね。えー、基本的には現状回復なんだけれども、はい、えー、知らなかったらここは押さえといてください。えー、とです百二十二条の百二十一条の二の何ですかな。そうですね。えー、と二の二項ですね。二、えー、の二項です。知らなかったときには現存利益です。 えー、つまり、錯誤の場合には取り消すことはできるけれども、その実際、その時に受け取った人です、えー、条文を見ていただきたいこれ無償行為ですね無償な無、無効な無償行為に基づいて給付を受けた人に当たるものについては、その無効であることについて、知らなかったときは現存利益です。だもし知らなかったあの、この知識知らなかった人は、一応、この知識としては知っている、無償の無償行為、あごめんなさい、えーと、無償行為ですね、ごめんなさい。 えー、無償行為で相手方税の場合ねだからキーワードとしてはここだよね負担のない贈与であることでですね負担のない贈与であることだからこれをぱっと見たときに贈与取り消してるわとつまり無償行為の取り消しなわけですねだから売買とかの優勝行為ではなくて売買だったら普通に現状回復ですから。 売買だったら普通にそのまま現状回復になるわけだけども、えーまあ、このように負担のない贈与であれば無償行為ですから、えー、その無償行為が取り消された場合に相手方が知らなかったときに当たりますからそのときには現存利益になるということですから問題を解くときにはああ無償行為で取り消されて相手方悪意なら現存利益のみという形で知識を抑えておけばいいかなというところですね。はい、A いきます はい、A の B に対する理事要人が釈放によって取り消された場合、はい、取り消し前の第三者ですね、はい、取り消し前に利害関係を有するに至った第三者には対抗することができない、はいえー、こちらについてはまあ基本問題ですね一応これは××○とってことになりますで一応これはいいですね95条4項ね善意、えー、無価欠はこれはあの担当知識重要ね95条4項や96条3項 詐欺取消し、作後取消しの場合の取り消し前の第三者というのは取り消し制限かかりますよね。で、この時の要件は全員無過失ね、全員無過失になりますので、ここはね、かつてはね、条文なかったんだけれども、作後取消し、詐欺取消しについては、全員無過失の取り消し前の第三者については、取り消し制限かかってますので、確認しておきましょう。なお、取り消し後の第三者の時には対抗関係ね、取り消し後の第三者のとには復帰的物件変の対抗関係になる。じゃあ、多いきましょう。 はい、A の B に対する錯誤が、えー、ありました、はい、重過失の錯誤ですね、えー、重過失によるものであったとき、はい、ということで、えー、このときには取り消し制限がかかりますね錯誤、えー、については表意者が重過失の場合には取り消し制限されますでこのときに錯誤であることについて知って、えー、または重過失によって知らなかったときを除いて取り消すことができない、えー、一見あってそうですけれども条文知識ね、えー、重過失の場合には取り消せないけれども例外の例外があったよね え重過失があっても B が A に錯誤があることを知っていたりとか重過失によって知らなかったときこれは確かに取り消しが例外の例外でできる場合ですよね。表、えー、依者が重過失であったとしても相手方がこの錯誤について悪意重過失だった場合には95条を3項1号によって原則として取り消すことができることになりますからここは合ってるんですよ。たただししもう一個ありましたよね共通錯誤 表意、えー、者が重過失があったとしても共通錯誤だった場合には例外の例外で取り消されるという機会がありました。えー、ですからこれだけなくてあとは95条3項2号、えー、93条2項の、えー、いわゆる条95条ごめんなさいね 95条3項2号の共通錯誤の場合も含まれますから、こんな形で押さえていくといいかなと思います。ということで、まあ、詐欺の問題についてあ錯誤の問題については、まあ、以上ということになります。では、続けてどんどん進めていきます。まあ、予備試験のパーツがついているもの、第25問いきましょう。はい、今度は、詐欺・脅迫ですね。えー、詐欺・脅迫の問題です。では問題見ていきます、はい。相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合ですね。はいえー、第三者が詐欺を行った場合について 相手方が悪意重過失だった場合には取り消すことができる、まず前段 OK、ね、これはもう基本知識96条2項です。96条2項で第三者詐欺の場合というのはいいです、ね、相手方が善意無過失の場合には取り消せないよね。第三者が詐欺を起こした場合には 第三者が詐欺を行った場合にはその相手方が善意無過失だった場合には取り消せません、えー、言い換えれば相手方が悪意有過失だったの時のみ取り消すことができるというのは OK ですで脅迫を行った場合にはその制限かかりませんねでこれは重評です脅迫の場合には取り消せないということで OK ですでここはちょっと肝だけ言っとくねあの取り消し制限は脅迫の場合一切条文ないからね あの例えば今回の第三者詐欺ですね第三者の詐欺については詐欺の場合には相手方が悪意有価失だったら取り消せるんだよねそうじゃなきゃ取り消せない、まあ、言い換えれば第三者が詐欺を働いて相手方が第三者詐欺について善意無価失だったら取り消せないよねであとは取り消し前の第三者善意無価失の取り消し前の第三者の場合にも取り消せないよねで詐欺の場合には取り消し制限の規定ってのは96条の2項3項であるんだけど脅迫は一切ないってことね なぜかというと、一言言っちゃえば脅迫っていうのは、あの脅迫を受けた人の落ち度がゼロだからです。いいですね。詐欺っていうのは言い換える、騙されるやつも悪いんですよ。 だから取引安全の検知などから相手方保護の観点で取り消し制限かかる場合あるけど脅迫ってもう有無を言わさず意思表示させられてますから相手方保護の必要性よりは脅迫された人の取り消しの必要性が高いので取り消し制限一切かかりませんのでそこは確認しておきましょうでは続けてい,い長い文章ですけどまあそんなに読んでて慣れていきましょう A がその所有する不動産を B に売却する目の契約が締結され A から B へと所有権移転登記がされたで A が詐欺を理由としてまず その意思表示を取り消したときは、はい、取り消し後の第三者ってことになりますからもうここはもう公式ですよね、取り消し後の第三者は対抗関係に立ちますから登記をしなければ C に対抗することができない、これは OK ですね、取り消し後取り消し後の C だったら177条の問題になりますよね。じゃあ今度は は A が脅迫によって行われた場合にも、えー、登記をしなくても対抗することができるこれ、もうど真ん中ですね、これ、罰ですね、脅迫の場合は、どうよ、えー、取り消し後の C の関係では177条になります。 ななんとなく、ね、あの脅迫の場合だったら無条件で取り消せるってやりたくなるんだけど判例は復帰的物件変動説取ってますから詐欺だろうが脅迫だろうが取り消された後に第三者が入ってきたらそれは復帰的物件変動と取り消し後の譲渡っていうのが二重譲渡の関係に立ちますよね。A AB から B に譲渡さされれててその AB 間の間の迫で取り消されて <laughs> B から A の不規的物件変動でそれで B が C に譲渡すればそれは B を起点とした二重譲渡ってことになりますよねでじゃあさっきの話とねこれはコメント入れておくとあの脅迫の場合にじゃあ脅迫された人はこれは落ち度がないのにこんなね登記しなきゃいけないなんていけないんじゃないかって思う人もいるかもしれないけど取り消した後はさすがに登記することを求めていいでしょだって脅迫を受けている人は確かに落ち度はないよ脅迫を受けたこと自体に落ち度はないけれども取り消しをしたわけじゃん 取り消しをしたんならばそれなりの登記をしなければ権利を失ってもいないでしょう。なので、あのこの意についてはそのような形で取り消し後に第三者が現れた場合にはやっぱり脅迫の理由としてでもですね脅迫が理由であったとしても取り消した後は速やかに登記を戻すということはできるわけだからそれをしなかった場合にはやっぱり権利を失ってもいないということで対抗関係になっているじゃあ、ういきましょう、はい、脅迫による意思表示が認められるのは完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要するあ、まあ、こんなの絶対違うなってなれるとわかります、えー、そうじゃなくてもいいです。 はいえーと,まあ、とりあえず結論から言うと、イフだよね、これ刑,刑法と同じでしょ、脅迫を受けるというのは、イフすればいいんだからあの、完全な自由を失うなんてことは必要ありませんので、もう、イフで足ります、はい。え、相手方に疑問された結果、だまされて要素に錯誤が生じ、錯誤による意思表示をした場合には、錯誤取り消しも、えー、詐欺による、えー、取り消しもすることができるということですが、はい。 えまあ一応、これはまああのボツって書いてあるんで一応まあ結論からするといいかな、あそうか、これはあれかな、ごめんなさい、一応、丸ではあるんだけれども、好きな方を選べばいいんですよ、すげえ好きな方を選べばいいんですよ、だってこれ、簡単に言ったら、詐欺にあって騙されて、錯誤に陥って狂気したんでしょ。 ということは、それってさ処分権主義の問題であの何に基づいて取り消すかというのはそれは当事者に委ねられるわけですよ、えー、ですから、まあ詐、詐欺で取り消す、錯誤で取り消す両方とも法律構成立つんだったら好きな方を選んでいいということになりますから、まあ、いずれの主張もすることはできるということになりますで一応、あとはこれねあの民法の問題でこの問題集の使い方で言っておくとこの没足って書いてあるやつについてはあの事前に解くときも解かなくても大丈夫ですあのなぜこういうのがあるかというとあの民法改正であまり意味がなくなったような問題については 基本に没足って形に足形なってますなのであのこれについては講義の中でも特段のものがない限りはあまりしゃべらないのであのここは飛ばしちゃっても大丈夫です復習するときもまあ軽く講義で言及しているもの以外はやらなくていいですでちなみにこれなんでボツかというと作誤は今取り消しでしでょあの問題文上無効になっちゃっているので、まあ、そこのところはあまり あのー、今の問題としては、ちょっと不適切ってことで、消しているということですね。はい、じゃ、あ次です。えー、はい、連帯債務者の一人である a. が、大仏弁済をしました。その、ざい、大仏弁済を詐欺を理由として、取り消しました。ここまでいいですね。で、他の連帯債務者は。 A の大仏弁済が詐欺であることを過失なく知らなかったときでも債権者に対して大仏弁済による債務の消滅を主張することができない、えー、というのがまあこの問題ということになりますが <laughs> まあ問題の所在がちょっと分かりにくいよね要は大仏弁済の効果としては債権の消滅なんだけどこれを取り消したわけですよ。いいよねえー、連帯債債務者者のの一人が大仏弁しししたたんだけど詐欺で取り消したで他権としてみれば そのこの詐欺取り消しだよね、この詐欺取り消しによって自分の債務を免れているわけです、ですからその詐欺取り消しがなされた効果、あ詐欺、ごめんなさい、もう一回言います、大仏弁済で、もう一回言いますね、ごめんなさいね、尾については、その大仏弁済をしたことによって、他の連帯債務者っていうのは、まあ、利益が受けたわけですよで、それによって詐欺取り消しで取り消されたことによって、えー、やっぱりね、大仏弁済の効果がなくなってしまう。 でそれをなんとか防ぎたいというふうにみんな思うわけですよ。だからその意味ではその他の連帯債務者としてはどういう主張をするかというと自らが要するにこれらが取消し前の第三者に当たるかという問題です。その96条の 96条3項の取り消し前の第三者に当たるかという問題なんです。でもし仮に取り消し前の第三者に当たるのであれば、善意無過失であればね、この連帯債務者の他の人たちが取り消し前の第三者に当たるのであれば、その人らが善意無過失であれば、その取り消しの効果は主張できないでしょ。従って大物弁済は有効であるということが主張できるわけよ。だから問題になるのは、あのここにもあるとおり、まあ、読んでみなんか 過失なく知らなかったときなんて言葉があるから、まあ、初見で見るんだったらこれ96条3項の問題しようとしてるなっていうことを頭に入れるときはいいんじゃないいいよねだからもしもう一回言いますけれどもこの他の連帯債務者からすれば自らが96条3項の善意失の第三者に当たれば大仏弁済の詐欺取り消しについて対抗できないわけでしょその人らに。 そうすると結局は先取り消しが対抗できないということは大仏弁済有効として扱われるから結局はこの人が連帯債務者の1人が行った大仏弁済が有効で,で結果的には弁済による債務の消滅というのはこの連帯債務者に利益を預かれるということからこれ問題になるわけですで。結論から言うとこれ知識問題ね第三者の定義、ね新たな独立した法律の利害関係が必要ですよね。もう何とか,分かりますこれ他の連帯債務者はそもそも新たな利害関係人ではありませんよね。 いいですよね、えー、ちなみにですけれども解説では結構わーっと細かいことは書いてるんだけれども,もう端的に第三者っていうのは94条だろうが95条,で96条だろうが新たな独立したあの対抗できないやつだねその第三者に対抗できないという場合の第三者っていうのは新たな独立した法律上の利害関係人ということになりますからもうこの他の連帯債務者っていうのは一番最初の段階からこの、えー、と大仏弁済前から関与してますよねいいよね。 大仏弁済が行われる法律行為の前の段階から連帯債務者と関与してますからその問題となる法律行為の後に新たに入ってきたものではないですから、まあ、無理だろうと、まあ、いうことです。 新たな独立したという要件からすれば、これは入らないよということで意識しておけば良いと思います。はい、ということで、25番以上でじゃ26番いきます。はい、26番はい、意思能力が欠けた状態で契約を締結したものははい、後見開始の審判を受けていなくとも無効主張することができる。はい、基本問題です。えー、3条の2です。 あの、別にあの貢献開始かどうかっていうのは、これは行為能力の問題でしょ。意思能力がなければ法律行為は無効ですから、別に貢献人だろうが何だろうが、あのであろうがなかろうが意思能力がない状態でなされた。法律行為は一切無効ですから、えまあ行為能力とね。意思能力って全く別物ですから意思能力がなければ無効です。はい、じゃ、あ次です。はい、え保佐人が補佐人の同意を得て事故の不動産について第三者との間で売買契約を結びました。なんか売買したね。とで、この後に。 被補佐人が錯誤に陥っていると、えー、もう重要な錯誤に陥っていて、重過失がない場合について、えー、取り消しを主張することができないか、えー、ということですけれども、はいえーとまあ、問題なく取り消せますからね、えー、別に被補佐人であったとしても、その錯誤の要件を満たしていれば取り消すことはできますので、まあ、ここはしっかり押さえておく必要があります。 ちなみに、ね、余力があったら押さえてほしいのは13条4項で引っ掛け足があってあの同意がない場合には取り消せるなんて規定はあるんんですすよそのあごめんなさいいもう一回言いますね,、えー、とね13条の4項であの同意がない場合にはあの取り消すことができるっていうのがあってじゃあ同意を得てると取り消せないっていう条文が13条4項にあるんだけど補佐人は取り消せないです。 同意を与えた場合に例えば補佐人が非補佐人に対して法律行為に対して同意を与えましたで同意を与えた後に補佐人の側が取り消すということはできなくなりますただ、非補佐人については単なる意思表示した人だからあの全く問題なく錯誤の要件さえ満たしていれば大丈夫ですですからこれ回答で復習するときは13条4項で補佐人の取り消しはだめですここはちょっと肝として押さえておきましょう今回あの補佐人の同意を得てますから。 補佐人の同意を得てますから補佐人の同意を得ている以上補佐人側が取り消すということはもはやできなくなっていますこれは13条4項の反対解釈になりますが非補佐人でしょう今回は非補佐人が主体ですから問題ありませんでは次です第三者詐欺によって相手方に対する意思表示をしたものは相手方が詐欺の事実を過失なく知らなかった場合にはその その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取り消しの要件を満たすときはその意思表示の取り消しを主張することができるもうなんとなく分かりますよね第三者詐欺の取り消しは認められないんですよ96条2項によってこの第三者による詐欺による取り消しというのはできなくなってるけど別途錯誤の要件を満たしてるわけでしょならば錯誤取り消しの要件を満たすなら錯誤取り消しすりゃいいじゃん いいよね、つまり法律構成として詐欺取り消しと錯誤取り消しは別な法律だから法律根拠だからあの第三者詐欺の要件を満たさなくて錯誤取り消しじゃなくて第三者詐欺の要件としてその第三者が善意無過失だったから詐欺取り消しはできなかったとしても錯誤の要件を満たしてるんだったら錯誤取り消しをすることは全然問題なくできますから、まあ、ここはもうそれだけの話さっきやったやつね法律構成は好きな方を選べたい,い、はい、え非補佐人はあこれはまあ意思表示あんまり関係ないかな非補佐人は 保証するときについては、えー、締結する前にその行為をすることについて補佐人の同意を得たときには事故、えー、の判断で取りやめることはできない、えー、っと同意を得なきゃいけないだけであって取りやめることができなくなるわけではありません同意がなければその行為ができないだけですだからさすがにこれちなみに慣れていくとそんなわけないってなるからねだってさ同意を得てさ得たらさやらなきゃいけないっていう義務がさ補佐人非補佐人に義務付けられることないでしょ。あのやるからには同意が必要だよってだよけの話です はい、5番非補佐人とと契約をしようすする者がいます家庭裁判所に対して利害関係人として、被補佐人に十分な判断能力を理由に、補佐開始の審判の取り消しを請求することができるということですが、これも、ね、今後やるからやっとるよねあの担当の過去問ってパッと見ておくといいよ、あの14条え、確かに補佐の取り消しってできるんですよ。 補佐開始の審判があったんだけれどももはや補佐の状態じゃないと自理・弁識能力が回復している場合には補佐開始の審判は取り消せるんですが条文まあ引いておくといいよ本人、配偶者、四親等内の親族未成年後見人などのまだ検察官までだななどのとと法定されている人だけですだから本人、配偶者四親等未成年後見人、後見監督に補佐人、補佐監督にまたは検察官ですから相手方はできませんです、ねえー、普通ににこれ明らかにおかおしいじゃん。 その非補佐人として契約をしようとする者が補佐開始の審判を請求することができるなわけねえじゃんでおしまいです14条からは当然含まれてないと、まあ、いうことになります、まあ、一応この13条周りもせっかくですから見といてくださいあのちなみに補証契約のものが前に絵にありましたけれどもあの補佐人がね補証行為を行うについては13条1項3号でえ必要になってますからね補佐人の同意が必要だよということについてはえ13条1項3号で えー、同意が必要だとはされていますので、えー、そこは意識しておいてくださいはいではそれでは第27問いきましょう、はい、第27問、えー、意思表示の問題、はい、A はその所有する高、えー、土地について A と B と仮想の売買契約なんかこういうの見ると安心するね通報給表示っぽいでしょで所有権移転登記をしたでその後 B がこの事情を知らない C にあ善,意だ、ねえー、善意の C に売却をしました、はいえー、B から C への所有権移転登記がされていないときでも A は C に対し AB 間の売買契約の無効を主張することができない、はい丸ですねでこれはもう論文足ですからね、一応、もうこれ、書かなくてもいいけど、要は94条2項の第三者でしょ、94条2項の全員の第三者って、当期いらないよね、いいよね全種公主の関係だから、AC 間の関係では、全種公主の関係に達しますから、当期は不要ということになりますね。はい これはまあ間違えちゃいけない問題、2番、A はその所有する高土地について AB 間で仮想上の売買契約、でその後、まあ、やっぱり全員の第三者から100万円を借り入れたことから、その返済を怠ったことから C が高土地を差し押さえた場合、ちなみにこの場合の C というのは、あのその新たな法律上の、新たな独立した法律上の利害関係人ですよね。 いいですねその A から B へと通報の通報虚偽表示に基づいて譲渡が行われてその後に貸付を B に貸付を行って差し押さえをしていますから94条2項の第三者に当たりますいいですねあの B, B の一般債権者として当てはまりますではその後問題ちょっと続けますけれどもじゃあ、公土地の差し押さえの前に C がこの事情を知っていたとしても、えー、売買契約の無効を A は主張することができない。 まあという問題ですかね、はいえー、でそうすると結論としてはこれ問題の取材どこかというと善意の基準ですよねつまり、差し押さえの時点では知っている貸し付けた時点では知らないという状態なんです。よねつまり簡単に言ってしまうとこれって94条2項の第三者論だから要するに問題は最後 A は C に対して主張することができないというこの足の結論をまあ逆算すれば C が要するに94条2項の第三者に当たるかでしょう。善意の だからもし善意だったらこれは丸なんですよね C が善意の第三者なら丸ですで悪意だったらできるから×だよねじゃあ今回どうなるかっていうといつの段階でその第三者を判断するか善意悪意ねごめんなさいいつの段階で善意悪意を判断するかっていうと利害関係を有するときねこれはだからあの本当にメモ書きですからね あの94条2項については94条2項においてはいつの段階で全役員判断するかというと利害関係を具体的に有した時点ということになりますのでそうすると本件ではいつかというとこれはイコール差し押さえ時なんですよ。どうしてか分かりますお金を貸した時に不動産との利害関係はないでしょだから今回はこれパッと見た時に、ね、暗記しちゃう人がいるんだけど暗記はあまりよくないあの要は本件では不動産の通帽拒否表示じゃん。 いいよね、不動産売買の通報共有表示なんだからお金を貸してるだけの段階で不動産に対する利害関係なんて持ってるわけないでしょ不動産に関する利害関係っていつの段階で C は取ったかって言ったらただお金を貸し付けてるだけではなくてその後差し押さえた段階で初めて不動産に対する利害関係を持つわけだよねですから不動産に対する利害関係という点をしっかり抑えればこれ差し押さえ時ここが基準時です,いいです、ね、不動産に対する利害関係を持ってる時 でどんどん、あの結構、閣僚は少ないですけど、喋ってるところでね、ちょっとリマインド必要なところは確認しておください。はい、3番、はい、A の代理人である B が代理権の範囲内で A を代理して C から1000万円を借りるための契約を締結した、でここまでねで、このとき、売買契約の当時、えー、あこれなんか乱用してるね。 えー、B は C から100借りるとて100万円を着服する意図を有しており実際、100万円を着服したでこの場合において、はい、もう不安な人は、ね、確認しておいて107条、ね、原則有権代理だけれども相手方が悪意誘拐した場合には無権代理になるよね、えー、代理権乱用事例ですということは相手方悪意であれば無権代理とみなあのされますよねですから当然その契約が及ばないことを主張することができるこれは丸ですね。えー、不安な人は 代理権乱用は百七条の規律になります。まあポイントとなるのはあの代理権の乱用というのは権限内の行為だからいいよね。代理権の行為代理権の乱用というのは権限内の行為だから有権代理です。えー、ですから基本的には有権代理として扱われるんだけれども例外的に相手方が悪意有価質だった場合には無権代理とみなされることになりますから本件ではきれいに無権代理ということになりますね。はい四、えー、番。 A の B に対するコート地の売買契約の意思表示について重要な錯誤がありましたで A に自らの錯誤を理由として意思表示をする意思がないときには B は意思表示の取り消しをすることはできないということですが、はい、これそうだよねさっきやりましたよね A が意思と表示しなかったら相手方は無理じゃん、はい、120条2項になります。 1 2こう相手方に取り消し権ないからね、いいいですねね相手方に取り消しないから、ね、ここはもう出題されている問題ということで、しっかり押さえておきましょう。では次、どんどんいきましょう、28番、意思表示続けます、えー、まず、あからいきます、えー、初めて今日予習台からね、このぐらいのペースでいきますけど、本来、もうちょい早くなるんで、あのまあ、一緒に読みながら考えていきましょう、はい、あ、成年非後継人である A が、B から日用品を買いました。 A が成年非後見人であることを知らなかったとしても A の成年後見人 C は日用品の売買契約を取り消すことができる、えー、まずこれはもうどう考えても罰ですわねなぜ、えー、かというと日用品の買いについては成年非後見にできるからね、はい助条,、えー、条文で成年非後見人については日用品については取り消し対象にはなりません。 えー、これはもう、えー、あの初めて聞く人かも言えませんが、これ、基本問題です、えー。9条で日用品以外については取り消しだけど、日用品については取り消せないからね。はい e はい、A が B から、えー、契約解除の意思表示を受けたときに、A が成年非後見人であった場合、A の成年後見人 C が B の契約解除の意思表示を知るまで、えー、解除の効力は生じない。 えー、初めて聞いた方もいるかもしれませんが成年非後見人に対する意思表示というのは一般的には成年非後見人って意思表示の受領能力ないんですよだから、成年非後見人に対して解除をしたところで成年後見人が知らなかった場合にはその効力って否定されるんですよねで条文上もこれは、ね、根拠としてマイナー条文だけど98条の2にあります、えー、98条の2であの要するに未成年者とか医師無能力者とか成年非後見人といったような受領能力ない人ですよ 意思表示の受領能力のない人に対して行ったときにはあのしその人が要後見人とか、ね、その法廷代理人が知ったあと以外は対抗できないんです。ということはまさにこの上部に書いてある通りですね。えー、っと,ということで、まあ、これは98条の2ですで特にあの初めて聞くやつとかもちょっとこれは、ね、担当の勉強で、えー、ちょっとコメントを入れておくとですね えとね、条文を、ね、最終的には所読したりとかってすることはあるかもしれないけど1週目なんかは問題文読んで丸張ってこれ、条文だよねっていうふうに頭入れていくだけで条文の知識入っていくからあのもちろん、ね、時間があるんだったら条文しっかり読んで条文に線引いたりっていうのは必要かもしれないけれどもあの復習するにあたってはとりあえずこれ、パッと見たときにあの98条の2では要は、ね、これを一般化しておけばいいんですよ。その意思表示を受領能力ない人に意思表示をしても対抗できないよとそのあの法廷代理人が知るまでは。 っていうことでしょだから、その部分について頭入れとけばいいです。で、あとはね。復習する時のコツだけ言っておくと。とまッ、あ、プを使っている方が多いというか6歩を使わないとね。あの試験対策にならんのであれだけど、あのね。担当で出たね。条文のま大体チェックは入れておくといいかもしれない。あのいちいち全部に対してなんか綺麗に線引かなくていいけど、担当で出た条文ってことで丸付けとくと、最後にあの学習が本当に進んでる人ね。は、まあ、仕上げに条文素読ってするんですよ。 でその時にた頭から担当の過去物で出たことある足についてはマーカーだけちょっと入れておくとそこだけピックアップして読んでいくと全過去物の足という形で一応ねあの条文読めるので一応まあ担当プロパーの足だとしても一応ね復習する時にその条文番号だけ6本チェック入れておくとね後々楽になりますのでそこはまあ余裕があればやってみてください特に会社法で有効あの民法はほぼ全部なんだけど会社法はね えどうでもいい条文たくさんありますのでまあ過去問で出題履歴のある条文だけまあ拾っていく意味では1週目の段階でそこのリマインドだけ打っておくだけでも全然ね変わってきますのでじゃあ次です、う、はい、A が B に対して契約を申し込みましたで申し込んだ後とにまあ制限行為能力になった、まあ、例えば貢献開始になったとかそういうことですね、B がその事実を知っていた貢献開始の事実を知っていたとしてもえ申し込みの効力は生じる。はい、えー まあ生じるって言いたいところではありますが、はいえー、とこれはせっかくだからちゃんと触れておくとですね,、えー、とねちょっと難易度高いんです、この問題97条3項で原則そうなんですよ、これ原則は原則はそうなんですよ、えー、と意思表示っていうのは通知発した後に死んだり意思能力を喪失したり行為能力の制限を受けたときでも効力は失われないんですよ。 だから例えばも、あの例えば意思表示をした後に死んじゃいましたとか意思表示をした後に貢献開始の審判を受けたって場合でも意思表示を発した時点で大丈夫ならいいんです、本当は、えー、原則はそうなんです、97条の3項で意思表示を発した後に何かトラブルがあったとしても意思表示を発していた時点で問題なければその意思表示は有効なんです、ただ1個だけ例外があるの、契約の申し込み、えー、ちょっとマイナーかもしれませんけれども、この例外が526条なんですよ。 契約の申し込みの場合には相手方が悪意だった場合にはその申し込みというものについては効力生じないんですすごいマイナーかもしれないけど526条なんですねこの97条3項の特例とされています97条3項の特則とされていて条文上はその事実が生じたことを知っていた場合ですねだからまあすごいざっくりした書き方をすると原則は丸なんだけれども例外として もう本当に必要情報だけ、ね、契約申し込みであってかつ相手方が悪意悪意だった場合には無効なんです、まあ、だからこれは勝つな関係ね契約申し込みであってかつ相手方が悪意だった場合には無効になるというのがこれは原則論は97条3項例外は526条ということですね、えー、例外は526条で存在しているということになりますでそうするとこの問題についてはあの 特にこれ、復習するときに便利なのはあの自分で勉強するときってこれを素で読むでしょあの、こういうところだけチェックしてくれる申し込みの通知であって制限行為能力、B が知っていた、まあ、これがあの解くために必要な情報ね、えー、本件での意思表示は、えー、契約の申し込み通知であること、そして A が、えー、申し込み通知の後に、えー、行為能力の制限を持ったこと、でそして B がそれを知っていたということだから、まあ、この526条の場合に当たるよねという感じでやっちゃえばいい。 A, はい、A が B に解除通知をした後に行為能力の制限を受けた場合知っていたとしても解除の効力は生じる、はいえー、ということになりますがそれは今回原則通りなんですよこっちは97条3項なんですよなぜなら、えー、ちょっと G 不にあって契約もしくはないですだからこの2つの足は対比的にやりましょういい、ね、この2つの足は対比的に抑えましょうね もバだけどね、要は契約の申し込みじゃないじゃん、今回。契約解除の通知でしょ。だから原則通りです。えー、契約解除ということになりますから、原則通りになりますから、無効あ有効です。ごめんななさいい有効ととうことになります、えー、ですから、契約解除の通知をした時点で、えー、制限行為能力ではなかったわけだから、えー、原則通り有効になります。よろしいでしょうか。はいじゃあお はい、A が契約承諾、もう同じような問題じゃねえかという話で、もうこれは承諾ですがあ省略しますが、まあ、そもそも没足になってますね、これね、えー、すみません、これは一応、回答としては、現在、ちょっと使わない足になっちゃってますから、これはちょっとな,なしということにします。 でなんでなしなのかというのは、あのやんなくていいからね、あのなんでなしなのかっていうのはあの、調べる必要はありませんので、一応、これはあの改正後民法では、ちょっとあの回答がちょっと割れちゃうところになってます、でただ、体感的には、これ、承諾の通知だから、まあ、原則通り有効だよってしちゃうっていうふうに考えるんだろうね、ただ、結構これね、異論が結構あるんですよ、学説によって。なので、ちょっとこれはボツ足とさせていただきましたが、まあ、この条文の立てつけからすると、承諾だから、契約の申し込みではないので、 契約申し込みではないからその時こういう能力があるわけだから、えー、問題なく有効になるというふうに考えるのが通説的見解ですただちょっと担当としては不適切ということになりますでは、えー、続けていきますどんどんいかないとね、えーはい、31問はいじゃあいきましょう、えー、A の B に対する契約解除の意思表示についてですじゃあまず A から、ね、A が未成年者である B に対して契約解除する旨の通知書を発送したところああもうこれでいけるね ああこの B は未成年者やなということは受領能力ねえなあということです。ということは読んだときに法廷代理人が知るに至ったということは OK じゃねえというノリです。わね OK じゃねえー、というノリです。98条の 2A、はい e、は B に対して契約解除する旨の通知を何度も何度も発送したんだけど受け取ってくれねえ。 到達したものを見なされるこんな条文知らなくてもね、そりゃそうなるんだろうなって気はちょっとしますよね、えー、何度も何度も通知をするのにもう受け取ってくれないということは、その時到達が見なされる、これは丸なんですが、じ条文は97条2項にあります、えー、正当な理由がなかった場合に、あの要は通知をね、到達を妨げたときに当たるんですよね、受け取らないってことはね、何度も何度も郵便屋さん来ても無視するって状態ですから、まあ、97条2項の妨げたとき。 に含まれまれす、えー、条文上は妨げたときと書いてありますがそれに含まれると書いてありますでは「う、えー」A は B に対して契約を解除する旨の発送後死亡よしって感じだね、えー、もう解除する旨の通知を発送後に死亡あ今回解除だと申し込みじゃねえぞということになりますから意思表示は有効とされますよね、えー、97条3項はい次で A ですね はい、A は B に対して契約解除する旨の電子メールで発信したが、えー、通信システムの不具合によって通知は B に到達しなかったこの場合その効力を生じるそんなわけないよねあの97条1項、到達時です意思表示はすべて今、到達時説を取っています、えー、であの条文上も意思表示というのは基本的に効力発生するのは到達時になりますからメールが発送して到達しなかった以上効力生じるわけがありませんからね 97条1項の条文問題ということになります。はい はい。A は B に対して契約解除するまでの通知書を出そうとしたんだけど、B の所在を知らない。えー、工事方法によって、えー、解除の意思表示をした。ちなみにこれはね、あの、行方が知らない時には民事訴訟法の例によって、工事相達という方法と同じように意思表示を伝えることができます。これは細かい言ど98条にあります、まあ。条文チェックする必要も特にないかなという問題ではありますが、まあ、工事方法で意思表示をした。ただし、B の所在を知らないことについて A に過失があった。 まあ、例えばすぐご近所に住んでたとかね、えー、そういうケースですよね、えーまあ、B い素材を知らないことによって A に過失があったとしても意思効力が生じるまあそ,そんなわけないやなっていう気はしますよね、えー、一応罰なんですけれども条文上は98条3項正し書きに一応あります、えー、98条3項正し書きでさすがに工事相達の方法で意思表示を通すにはあの工事者に無過失は必要ですだってね調べら分かるような場合に工事相達するわけにはいかないでしょ ですから、調べれば分かるような場合に、公示到達認めるわけにいかないから、この知らないことについて過失があったとしても、意思表示は効力を生じる。これが間違いで、98条3項の正し書きに規定があるとまあいうことになります。まあ、この問題をなんとなく読んでいくとね、なんか怪しいな、みたいな日本語が多いので、正当率もまあ約9割という形にはなっていますので、特にまあ令和3年の直近の問題ですけれども、あの、まあ、見てわかる通り、これさ、 過去問で出てるじゃんみたいなものがやっぱ多くなってるでしょ、これ、令和3年の、えーまあ、直近の予備試験の過去問の第2問なんですよ、でじゃあ実際、この中で初見足ってどのぐらいあるかって言ったら、結局、まああ、初見ではない足って、あと、うについては確実に初見足ですよね,これね、初見じゃないよね、確実に出題されてるでしょ、だからこういう足をちゃんと潰しきるっていうこと、だから本番なんかでは5足潰せなくていいです。 彼自工事相達の知識とかがなくてどっちかな不安だなと思っても自信持って切れる足が3つあればまず大体正解できますから特に民事権はねだから例えばこの問題なんていうのはあと、うはもう勝負足ですだからこの辺りの問題がぶれてる人はこういう問題正答率下げていくからもう過去に出題された問題確実に頭に入れてその中から2足3足確実に切るということができていればもうあと、うを切っちゃえば2択まで行くんでですよねもう2択まで行くんですよ。 そうするともうなんかあとはもう考えればわかるよねみたいな感じになることが多いのでまあ、あのしっかり過去問のね意識を持ってやっていただければと思いますはいここまでが意思表示ですでは次相続ですから代理の問題行きましょうじゃあ続けて第32問はい行、えー、きましょう、えー、任意代理に関する問題、えー、代理人に対して意思表示をしたものが本人に対する意思表示であることを示したとき、えー、ははいこれまず賢明だよね賢明だよね 本人に対する意思表示であることを示したときには、代理人において本人のために受領することを示さなくとも、その意思表示は本人のために効力を生じる、まあ、初見だけど、多分そうだよねって気がしますよね、もう懸命一回してりゃいいんじゃない、わざわざ本人のために受け取るなんてこと言わなくていいですよ。 本人のために受け取るなんて言わなくていいですあの99条1項には本人のためにすることを示せばそれで足りますからわ、ま、ざわざ受領することを示すなんてことは必要ありませんもうこれで十分、賢明 OK ですはいじゃあい,いいきましょう、はい、代理権は代理人が貢献開始の審判を受けたときには消滅する、はい、これ忘れてる人は必ずやっといてくださいね代理権の消滅原因です でちなみにあの口頭になっちゃいますけれども、忘れてる人向け、忘れてちゃまずいので復習ですけれども、あの大体、任意代理の場合の終了原因っていうのは、もう3点セットなんですよ、死亡破産後継、で本人の死亡破産後継で、代理人の死亡破産後継って、6種類あるわけですよね。で、任意代理の消滅原因って簡単で、本人の後継以外は全部です、本人の後継以外は全部終了しますからね。 えー、だから本人が死亡した場合破産した場合で代理人が死亡破産貢献開始した場合には消滅しますあの一応これは忘れちゃう人向けに言っとくと代理人がこれらになったらもう使い物にならないからですいや代理人が死亡破産貢献したらもう代理人として機能しないからそれはもう終わらせるべきで本人については死亡破産貢献のうち貢献だけ残しているのはなぜか本人の貢献開始はなお続けさせる意味があるからだよ いいよね。本人が貢献開始しちゃっても、まだ代理権を続け、代理人に代理権を、あの、行使させる必要があるから、えー、本人の貢献は、あの、消えません。ですので、そこだけ頭に入れといて、あの、もちろん論文では根拠条文を引くかもしれないけれども、任意代理って言われたら、本人の貢献開始以外は全部消滅原因だから。だから今回のように、えー、代理人の貢献開始は消滅します。だから一応 CF で、本人の貢献。 え本人の貢献は消滅しませんので、知識だけ入れておきましょう。はい。じゃあ、ういきますよ。はい。うについては、はい。代理、意思表示の効力がある事情を知っていたことについて影響を受けるべき場合。これは、本人の選択に従い、本人または代理人のいずれかについては決する。えっ、ー、と、ちょっとね、こういうの、あの、語弊を恐れずに言うと、この辺間違えるとやっぱり論文の知識が足りてないって感じになっちゃう。あの、意思表示は代理人基準です、もっぱら。 いいですね、意思表示の有効無効に関する、まあ、悪意とか善意とか詐欺とかね、まあ、そういった代理人のあ意思表示の、ね、効力に影響があるようなことは基本的に代理人基準ですから本人が選ぶみたいなそんな,、ね、そんな都合のない話を認めるわけにはいかんだろうとつまり原則代理人基準ですで不安な人は、ね、あの例外はありますよねあの特定の法律行為を委託した場合ってやつね えー、特定の法律行為を委託した代理人が、その行為をしたなんていう場合には例外はありますけど、えー。原則という代理人基準になります。はい、次、はい、え、代理権を有しない者がした契約を。えー、本人が追認する場合、えー。追認した時から将来に向かって効力が生じる。な、これもわかんない百十六条、訴求項でしょ追認は訴求項でしょ、えー、ですから、まあ将来項って書いてる時点でおかしいなっていうことです。はい、え、お、いきます。はい、代理人が本人の指名に従って。 副代理人を選任した場合にはでまずここでまあパッと触れとくとあの副代理人というのは基本的に本人の代理人、ね、あの代理人の代理人ではありませんから、まあ、そこを頭に入れた上で専任監督について、えー、と本人に対して責任を負わないがその副代理人が不誠実であることを知りながら本人に通知・解任することを怠ったときは本人に対して責任を負うと書いてありますがまずもう結論からするとこ,れもうこんな条文ありません。 えー、罰ですもうこれはこういう条文がないというちょっと気持ち悪いものであの改正前にはね似たような条文が存在していたんですが現在ではこのような条文なしですちなみにあの副代理人の選任不安な人向けにやっとくね。副代理人の選任で責任を負うのはどういう時かっていったら法廷代理の場合にはこれは別に書かなくても分かっていれば法廷代理の場合には事故の責任で いつでも、OK、で任意代理はまあ言ってみれば本人要するに本人の代理人間で副代理に選んでいいかどうかという契約を結んでいるかどうかです。えー、まあ法廷代理の場合にはいつでも自己の責任で選任ですね。 まあ丸専任って書いておきね、まあ、いいか、副代理人。えー、副代理の専任については、こういう形で自己の責任でいつでもできるけれども、任意代理の場合には、できるかどうかの契約によって決まります。ということは、専任責任、えー、専任したときの責任については、これも同様、契約によります。 要は、要するに代理人が約束破って代理人が約束破って副代理に選任したなんていう場合ですよねですからこれも契約の中で債務不履行になるかどうかでもっぱら決まるとされています、えー、いいですねでちなみに法廷代理の場合には事故の責任でということになりますから基本的には自由に選べるんだけれども、えー、と原則全責任を負いますだから事故の責任でというわけですから原則全責任です。 条文上の根拠もね、えー、後々やりますけどで例外はあごめんなさいちょっと字ふにゃっとしてごめんなさい先任監督ですね、まあ、こんなふうな、えー、規定になりますね 事故の責任でいつでもやることができますから、えー、法廷代理の場合には原則全責任を負います事故の責任でやることになりますから、えー、事故の責任によって副代理に選べるというふうになってますから原則としてすべての責任を負うことになり、まあ、例外的にやむを得ない自由があった場合には専任監督の責任のみにとどまるというのが条文上の規律でした、えー、不安な方はあの根拠条文もあとで確認しておいてね、はい、じゃあそれではですね、えー、引き続き第33問いきましょう 第33問ですが、はいえー、代理に関すする問題です、えー、と同じような問題ですけど、A の代理人として土地を購入する権限を与えられた B がいて、まあ、B は代理権だよね、C との間で、高土地の売買契約を締結する際に、B の従業員 D に命じて、A 代理人 B という署名をさせた場合でも、AC 間に売買契約の効力が生じる、まあ生じるでしょう。 だって結局、細かいけれどもこれ B の従業員、D だからまあ B にとっては死者ですよね、単なる。従業員に命令しているわけだから死者ですから、結局 B による全く問題なくあの D の件名というよりは D が書いたというよりは B による件名だよね、これはね。言ってみればあの代理人である B がちょっと細かいけどね。 代理人である B が自分の従業員に命じて書かせたってことだけどこれは単なる死者ですよもうねえ表示をやらせてるだけですからもう D にやらせてでも有効の懸命になります、はい、次に E はいえー同じような問題が続きますが A の許諾を得て副代理人 C を選任まあ一応許諾を得てるから大丈夫ですよね副代理人選べそうですいいですね、えー、副代理人を選任することをしています A の許諾を得て選任していてでそして副代理人が売買契約を締結したでこのとき C が D に対し A のための売買契約を締結することを示しただけで自らが副代理人であることを示さなかったときは売買契約の効力が生じないこれは即当てたいねあのこれでもう足りますだって副代理人は本人の代理人というのがキーワードだから別に代理人の代理人ではないので 副代理人というのは本人の代理人ですから副代理人というのはね別に代理人の代理人ではありませんから,だから代理人の権限はいりません本人のための権限のみで足りるということですね。A の代理人として土地を購入する権限を与えられた B がえなんか騙されちゃったとでなんか騙されちゃってえ契約を締結した場合 A は意思表示を取り消すことができますね。ここれは代理人基準でですす詐欺とということですから 先ほど言った101条1項で代理人基準ですから代理人が騙されちゃってるのもね。ということは取り消すことはできます。いいですね、これはもう代理人基準というのをしゅぱっとやれちゃえばいいです。えー、だって代理人が騙されてるんだから代理人基準なんだから詐欺取り消しできるよねと。はい、A, A の代理人としてことちを購入する権限を与えた B が、えー、と C から購入権限を与えられて C の代理人もなりあ これはっていう感じですよね。双方代理だって感じですね。ということは、双方代理については、基本的にはできませんで。例外的な場面に当たるかどうかですけれども、これ、だめだよね。通知してるだけだからだめよ。あの双方の許諾がいるからね。あの双方代理が許される場合っていうのは、あの許諾がある場合と、もう一つありましたよね。念のため、債務の履行行為。本人の許諾と債務の履行です。これは、ね、自己契約もそうね。 ですから通知では足りませんからね、まあ、結論のみ書いちゃいます、えー、双方代理になっていますから、えー、181項 えー、双方代理になっていますから、えー、本人の許諾または債務の履行がなき限りは無権代理になりますから通知だけではやっぱり無権代理です。はい O、はい、についてはあ懸命してねやこいつ、えー、っと A は懸命していなかったはいということは懸命ないときは B にの効果帰属しますただし C がし知ることができてますね。 とということは有権代理になりますね百条正,し書き正直この33問については代理の問題論文対策でわしわしやってればまあ特に考えなくてもいいかなという感じです、えっと、ちなみにこれは大丈夫ねあの懸命なければ降下帰属は本来しないからね百条で百条本文で懸命がなかったら本人に降下帰属しないけど相手方が悪意有価質だった場合ねこれ有価質も入ります 相手方が代理人であること、もしくはその要するに代理,代理行為であることについて、権命が,、ね、がなくても相手方が悪意を言うしならば有権代理とされますから、それでは本人にこう帰属するよねということでいいと思います。はい、じゃあ、それでは続けて第34問、えー、ちょっと代理の問題は、ね、予備試験多く出るので、まあ、スパスパやりましょう。はい、まずあ、えー、と無権代理の相手方は 代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときでも無権代理人の責任を追及することができる場合がある。ということでまあできる場合があるならあるんだろうつって丸になるんだけどあのそれはちょっとよくないよね。これはあのみあのあれかな論文でも知っててほしいやつねあの無権代理人の責任追及については117条の2項で規定があるんですね。 で無権代理人が。ごめんなさい、これはちなみにあの別に抗議の板書という趣旨ではなくて。 一応知識として持っててねぐらいな感じだからまあ今の段階で知らなくても後々になってねちょこっとここの条文知識だけ見ときゃいいからねでいう形なんだけどこれちなみに覚えてますあの相手方が無権代理の責任追及できなくなる場合っていうのはあの要するに相手方が悪意だった時無権代理だって知っててる場合にはあの 無権代理だって相手方が悪意だって知ってる場合には相手方の無権代理の責任追及はできません。これは当然だよね。無権代理って分かってて相手が取引してるんだったらお前無権代理の責任追及じゃってことはできない。つまりえっ、ー、と相手方が悪意の場合にはえっ、ー、と追及ねいずれもできません。 い,い,ですね、いずれもできません。だけど、相手方が有価質だった場合ね有価質だった場合にはいいですかね。あ、ごめんごめん、えー、そうだね、そうだあったそうだ、ねえー、っとできません。いいかな。 で有価質の場合にはちょっとねこれああの変わるんですよでどういうふうに変わるかというと不安な人はちょっ押さえておくとこの2つで場合分けされているんです、条文上。でどう違うかといって,言って上は悪質な場合です、つまり無権代理人が自分が無権代理だということを分かってあえてやっているの場合下は正直、ちょっと落ちあの可哀想なところの場合無権代理人が自ら代理権があると思ってやってたら無権代理だったとっいう場合。 つまり上の自ら無権代理人が自ら無権代理行為であることを分かってやっているような悪質なケースの場合にはできるだけ広く認めようとなるんですできるだけ要するに分かります無権代理人自身ってこれは講義でも今まで多分聞いたことあると思うけど無過失責任なんですよもう無権代理人の責任でめちゃくちゃ重いんです無過失責任でかつもう履行責任まで負わされるからね損害賠償も、ね、あれでしょ履行責任までいくでしょものすごい重い責任を負うから基本的にはその やっぱり無権代理の責任が重いということを踏まえると悪質な場合とそうでない場合に分けて無権代理人が自分で分かってやっているような悪質な場合には相手方が有価質にとどまる場合には責任追及を認めよようって考えてるんですよでその一方で無権代理人が自らが無権代理だって知らない場合つまり無権代理人の側にもちょっとかわいそうな部分があるような場合ですで無権代理だってことを知らずに結果、無権代理だった結構、これあるっちゃあるんですよ。 あの無権代理人あの代理権があると思っててやってみたところ代理権がもうなかったみたいなケース、まあ、代理権の背外だったとっいう場合だと、まあ、やっぱり無権代理人自身の落ち度は上と比べるとそこまで大きくないことからこの時にはできるだけ無権代理の責任を絞ろうって発想になるだから相手方が悪意の場合のみならず相手方が過失があった場合も責任追及できないってしてるんです。まあ、表だだとこれなんだけど あの自分なりにそう説明できるというか、ね、納得できるという効果かなと思いますそうするとこの「あの足」というのは結局過失によって知らなかったときであっても無権代理人の責任を追及することができる場合があるのは丸になるわけですつまり無,無権代理人自身が悪意の場合ですいいですね悪質な無権代理人 とということですね、まあ、ちょっとここは、ね、細かい知識ではあるかもしれませんが、やっておきましょう。ではい、はい、代理権は代理人の貢献で消滅する、はい、サービス問題ね、えー、もうサービス問題だからおしまい、もう大サービスですよね、これはね。はい、で、う、成、はい、年後見にはやむを得ない自由があるときでなければ、副代理人を選任することができない、あれ、法廷代理じゃないですか、いつでもだよね、えー、一応これ法廷代理ですよね。 法廷代理いつでもです。はいじゃあ次いきます、まあ。事故の責任でってことね。これ、条文上は事故の責任で。はい。A いきます委任、はい、による代理人、あ任意代理だね。がやむを得ない自由があるため、副代理人を選任した場合。えー、副代理人は 副代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときでも本人に対し請求することはできない。はい、これもうあの条文知識がなくてもバツっていけるように。本人の代理人だから本人に請求的に決まってるんでしょ。いうね、もうキーワードです。もう副代理人っていうのは本人の代理人です。代理人の代理人ではないので、そうすると副代理人って言ってるからまあ本人に対して。 本人に対して直接請求すること、これは当然できるに決まっているわけです、はい。ということで、これは A は×、はい。A の代理人 B が C の詐欺によって締結した場合、取り消すことはできるが、A は取り消すことができない、えー、もう×ですね、代理人基準ですよね。えー、もし代理人が騙されたと言っている時点で、えー、これ代理人基準ですから。 取り消すことは A も本人からも取り消すことができます。まあ、代理行為の取り消しというものは代理人基準ですから、もう当然取り消せるということになります。まあ、正当率低いのが若干気になるところでありますけれども、まあ、これはしっかり全部ね、過去問の分析ができていれば当てたいところということになります。では第35問いきましょう。第35問になります。 えと問題としてはですねちょうどまあ切り置くっということになると思いますのでここで有権代理の問題終わりますからここで一回前半ということにしましょうえじゃあ、任意代理に関する次の A から O までの各記述で誤っているものを組み合わせはいまず A 特定の法律行為をすることを委託された代理人このキーワードが出てきたら101条3項ねもう本人記事になるからねもう問題文読んだ瞬間です。 特定の法律行為をすることを委託された代理人と言われた場合には本人基準になりますから本人が自ら過失によって知らなかった事情については代理人が過失なく知らなかったことを主張することができないその通りですね本人基準になりますからねこの特定の法律行為をすることを委託された代理人については本人基準になりますからここに書いてある通りということになりますでは E、い、権限の定めのない代理人は保存行為する権限のみを有するはいツ。 えとこれも論文で間違えちゃいかんやつだね、えーとまあ、あの合格登などではチェックシートでも入れているようなレベルの話であの権限定めのない代理人の範囲代理権の範囲というのは保存行為と、あとはですねあのいわゆる管理行為型のものですねあの利用改良行為については物または権利の性質を変えない限度でできましたよね、えー、ですから、まあ、条文不安な人向けにやっておくとですね権限定めのないのは103条にありますから後で確認しておいてください。 一応これはもう口頭でいい、ね、書く必要はないと思いますので権限定めのない代理人の範囲っていうののは代理人の権限というのは保存行為全般とあとは利用改良行為のうち物または権利の性質を変えないものになりますよねあとは処分行為は一切できない処分行為は一切できないねあと利用改良行為もできますからね一部ね一部の利用改良行為は可能では「う、はい」本人が相手方と通報して売買契約の締結を仮装した場合相手方は本人が えー、通報虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず当該売買契約の無効を主張することができる、はいえー、一応、もう結論は丸ですね結論は丸です。で、一応ね、なんか言ってみれば通報虚偽表示で代理人対無効なわけでしょで相手方は要するに知っていたかどうかにかかわらず無効主張できるで,で回答例では、なんかいろいろ長く書いてあるけどこれ、代理人基準だけで解けるよね。 だって通報虚偽表示の無効についても代理人基準なんだからえ本件においては結局、代理人と相手方が通報虚偽表示しているわけだからその通報虚偽表示の無効にかかる自由は代理人基準で見ればいいんだから本人が知っているかどうかと関係ないんです。もう端的に、まあ、私なんかこれ解くんだったら101条で代理人基準って解いちゃいます、まあ、もちろんこれをめぐる細かな議論はあります、えー、細かな議論は実は出てくるんだけれどもあのもうこれで十分だと思いますよ。 あの94条2項の第三者の話とかを組みなんかいろいろ出てくると結構面倒くさくなるんだけどあの担当特にあたってはこれで十分ですであとはねあの実際に「う」の足って微妙だなと思ったらこれが分かんなくても他の足で確実に取れるレベルこれはだからまあもし今後のために言ったら「う」の足はちゃんとあの頭入れといたほうがいいけれども所見でも他の足で処理できるねだって代理人がこう補佐開始でしょ補佐開始の審判で代理権消滅するわけないじゃん後見じゃねえもんいいよね いいね、代理人の終了パターンは死亡破産貢献、ね、ですから補佐はえ問題ありませんで次にえ代理人が相手方と売買契約を締結した後えその代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合でもえ制限行為能力によって取り消すことはできない、はい、えこれも102条ですね、えー、この問題は外しちゃいかんねちなみにあの代理人は制限行為能力者でもやれるというのがポイントです。 だって別に事故の責任で代理人を選ぶんでしょだから未成年者であったりとか成年後継人をわざわざ代理人するっていうのは別に本人が自らのリスクでやる分には構わないんですよだからよくこれあの入門講義でも私よく言ってるんだけどあの代理人の資格っていうのは別にあの制限行為能力者であっても代理人はやれますから極端な中学生が代理人をやったりしてもいいんですよ だけど、それが、でも中学生だから取り消すよとか、そういうことはさすがに許さねえよってこと。だから本人が自らのリスクで、制限行為能力者を代理人してやってるんだから、それを代理人やることはできるとして、制限行為能力を理由として取り消しとていうのは、これ、制限されますというのが条文上の規律でした。ということで、大体第35問まで扱いましたが、一応内容としてはこんな感じでね、まずちょっと前半ということになりますけれども、どんどん問題進めていきます。なのでまあ復習するにあたっては まあ多分まあ、ご自身で解かれるとき、まあ、大体、ね、1時間今日ぐらいの感じで説明したわけだけど、多分こういう感じでシパシパ問題解くということはなかなか、ね、あの体験しにくいところだと思いますので、まあ、あの講座の中ではもうこのペースでどんどん進めていきますので、えー、引き続きやっていきましょう。では、えー、ちょっと休憩を挟みまして後半はですね、第39問の表拳代理のところから見ていって、代理時効というところまで合わせて確認していくことにいたします。はい、じゃあそれでは一旦ここで休憩いたします。 それでは引き続き第1回の後半ということで表権代理以降の問題について見ていきます問題としては第39問の表権代理それからその後43問という形で進んでいきますじゃあ,まあ表権代理ですけどまず民法の問題ってとりあえず第3回4回ぐらいのところで全部一周やっちゃうのでま,まず全体像で弱点がないかということは予備の過去問はねあのまず網羅しちゃいますのでまあ表権代理についてはこういう感じでしたねまず1個目ですあから本人から登記申請を委任された者がその権限を こうやって本人を代理して、第三者取引行為をした場合において。ということは、まあ、問題としては百十条の問題だね。で、ええ、百十条の問題で、もう登記権限を委任されたっていう時点で、公法上の行為です。ええ、上の行為が基本代理権になるかっていうことですよね。ええ、百十条の、基本代理権とか、この、こ、これちょっとふにゃってという公法上の行為。ええ、上の行為が基本代理権になるかですが、判例の立場はこれだよね。 公法上の行為は原則として基本代理権になりません、まあ、民法は司法ですからただ、司法上の契約による義務を履行するために付与されたということであれば公法上の行為も基本代理権になるというのが判例でしたよねですからこの立場に立てば、えー、司法上契約による義務を履行するために付与されたことによって公法、えー、上の行為でも、えー、その基本代理権に足りえますからしたがって相手方が善意無価値であれば表見代理を成立させてよいということになりそうだね。はいいとうわ終り じゃ次です。原材料庫をこう仕入れる代理権を本人から付与されたものが代理権を利用して収益を図ろうと考え、用、はい、用だとというこでですす。ね。代理権の乱用です本人を代理して買い受けて転売し利益を着用したということは、乱用事例ですから、はい、もうこの累推適用されとかもありえない、107条で終わり。 とということは原則有権代理ですよね原則有権代理相手方が悪意を誘しなら無権代理ということになりますはいういきます、えー、子が父から何らの代理権も与えられていないのに、えー、父の代理人として父所有の不動産を売却した場合もう完全な無権代理だね、えー、その時相手方において、えー、子に売買契約を締結する代理権があると信じたことに正当な理由があるときには表権代理が成立するわけがない基本代理権がなければ110条ならないよ 何らの代理権も与えられていないのであれば、そもそもね、子供は代理権を持つことはないよね。子供が親の代理権を持つことはないから、基本代理権がない以上は完全なる無権代理が確定しますね。はい、百十条の適用の余地はないです。はい、え、え本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた。で、抵当権を設定する代理権が与えられたのに売却した。はい、権限外百十条の問題です。 えー、とすると、その相手方が悪意有価質であったとしても、転得者が善意無価質であるときは、えー、表現代理が成立する。これ間違えちゃったら、今ね、初見だけど、えー、ってなった人は要注意ね。もう絶対、×ね、110条は直接の相手方のみよ。いいね、あの転得者の場合に表現代理が成立するので足がもうおかしい,あごめんなさい。110条の相手方っていうのは、直接の相手方に限られるからね。で理由はとしては、えー、直接の相手方に限られる理由は、 表権代理ののの信頼の対象というのは代理権があることだからね,いいね代理権の権限内の行為であることに対して権利外観法理を適用するのが表権代理の趣旨ですから代理権があることに対する信頼を保護する以上は、転得者はそのような代理権があることを信頼して権利関係に入ったわけではないから、この場合、表権代理は成立しません。ちなみにあの論文だったらどう処理するかって94条2項の類推的世論で処理するんだよね、転徳者はね。はいじゃあお はい、夫がお日常家事代理権だという感じですね、夫が日常家事の範囲を超えて、一応、日常家事代理権については、えー、大丈夫ですね、基本代理権の問題としては、夫婦の日常家事に関する法律行為に属すると信じるにつき正当な理由があるときには、はい、110条の趣旨が類推される、でえー、その結果、連帯手責におる、これ、完璧ですね、この問題、日常家事代理権つまり761条が基本代理権になるかという問題、いいですね。 夫婦の日常家事代理権って761条に規定されているけれどもこれが基本代理権で足りるかについては原則として基本代理権にならないんだよねなぜかといったらあの夫婦別男性に反するから原則としては日常家事代理権というのは基本代理権にならないけれどもこの判例規範そのままです日常家事に属すると信じる時期正当な理由がある場合に限って110条の趣旨を類推してその効果を認めると。 まいうのがありましたのでこの判例知識一発ということになりますでは次え43番いきましょう無権代理はい、えー、あ、えー、本人は無権代理に対して無権代理行為を追認した場合でも相手方はその事実を知らなければ取り消し権を行使することができる、えー、聞いたことねえやと思うかもしれないけれども条文の組み合わせちなみにこれ追認しない間が取り消せるんだよねこれはいいですよね あのこの取消権というのは相手方は、追認するまでの間は相手方は取り消せます、無権代理行為を。じゃあ、追認して知らなかった場合、どうなの追認は相手方に言わなかったら、効力対抗できないでしょ。ということは、相手方に対して追認を通知しなかったりして、相手方が知らない場合には、追認があったことについては、対抗できません。条の2項です,いいです、ねえー、基本的には、この取消権の行使は115条の規定にあるわけだよね。 追認するまでの間は、追認するかしないか確定するまでは取り消せるんですよね。でそうすると、追認の仕方についてが問題になるわけだけど、相手方が知らなかった場合には、追認対抗できませんから、113条2項によって、取り消し権の行使は未だ可能と。つまり113条2項によって まあ対抗不可ですからねいいですね、えー、相手方に追認をしない、つまりまあ相手方が知らなかった場合ですか、ね、知らなかなった場合には、えー、追認を対抗することはできませんので、えー、そうすれば結局、結論としては、相手方が、まあ、追認しないというのは、要するに知らなかった場合ね、相手方が追認の事実を知らない場合についてということになりますね。では次、E いきましょう。 じゃあ次で無権代理行為の相手方は本人に対して相当の期間を定めて追認するかどうかを再告することができるお再告権、もう聞かれるときはし格闘しないときどうなるかです <laughs> もう大体、再告してしかとされたらどうなるか、はいえー、追認したものとみなされるのではなくて追認拒絶とみなされますでこれはあの担当を解くときのポイントを言っておきますあの例外はあるんだけどあの大体、格闘しないときはどうなるかといったら法律関係が動かない状態で確定します。 要は、追認するかどうか聞いてしないってことはそのままの状態で確定するっていうのが原則なんですでもちろん、これは例外がありますいくつか、えー、いくつか例外はあって例外的な場面はまた、ね、追って学習しますけれども基本的には催、ね、告したのに何もしなかったってことはそのまま確定します権利関係ということは追認するって聞いて放置されてるんだったら追認してない状態は法律上確定しますですから追認をするかどうかを定めて催告してそのままほっ,たらほったらかしなんだから追認しなかったものとされます。 いいですね。あ追認したものは絶対おかしいと。では次です、うはい、無権代理の相手方は、表権代理の主張をしないで、無権代理人の履行請求をすることができる、そうだよね、これ、ちなみに論文対策でもがっつり出るやつね、表権代理が成立するときに、表権代理の主張をするか、表権代理の主張をせず、無権代理でとどめるかは、相手方が決めます。 なぜかというと、相手方を保護する規定なんだから、相手方の方が無権代理人の責任を追及するのか、表権代理を選んで本人に履行請求するのかは、相手方は自由に選べます。そして、無権代理人は、それを保表権代理の主張、成立を主張することはできません。これいいですね。だって、繰り返すけれども、これは反連立場だけれども、無権代理人のための制度じゃないからね。反連がこの立場。 無権代理人のための制度ではありません。表権代理というのは相手方保護の制度なんだから相手方しか選択権ないからね。だから無権代理人がこうやってこれ、表権代理だから俺は責任を負わねえみたいなことは、えー、認めないということです。では、エリですね、はい。無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結したわけですね。とすると、まあ、問題を見る限り無権代理人が勝手なことをやって本人死亡しました。で本人が死亡して でその後無権代理人が他の者とともに本人を相続したです、ねはい、資格偵存,、ねえー、存説の問題を聞いていますでこの時他の共同相続人の全員が追認なくとも無権代理人が本人からの追認にして承継した部分について無権代理行は有効となるもういろんなツッコミどころがあるけれども確実に間違いないよねなぜかというとそもそも追認権ってどういうい特徴がありました追認権は不可分ですよ。 ですから全員が1世のせいで追認するかしない限り追認の効果は生じませんから他の人が追認しない段階で無権代理人の部分だけ例えば3分の1追認するとか4分の1追認するというのはありえないからねあの追認権というのは準共有になりますいいあの追認権というのは準共有状態になっていて不可分に帰属しますからこのようなことはまずまどう考えてもありえない,い,いねあのこれも反連立場ねえ追認権というのは 不可分に帰属しますから例えば4分の1だけ追認するとかそういうふうなことはありえませんので他の共同相続人が追認していない以上は追認のの効果は相続人とのあの無権代理人との関係でも当然に生じません全員でやらなければ追認できないからね、はい、でちなみにこれあの,他の人全員が追認拒絶をした場合い他の全員が追認した場合にはあの無権代理人は審議則上追認拒絶できないでしょ。 だから他の例えば相続人が3人いて3人のうち2人が追認しますと言っていてで残った無権代理人ってのはた義審議則上追認拒否できないでしょ資格平等説に立てば、えー、追認権というのは無権代理人も帰属するけれども審議則上追認拒否できないから結果的には残った2人が追認すれば全体が追認したことになるというのはあるけれどもただこの足は明らかにおかしいよね他の人が追認してないんだったら追認の効果が生じる余地はありませんからね、はいおはい、無権代理人が 本人所有の土地に定当権を設定したため、えー、本人が定当権の抹消登記手続きを問い受けと死亡し、えー、無権代理人が本人を相続したとしても無権代理行為は有効とならない、えー、まあいろんなことを言っとるかもしれないけれども、ね、とりあえず無権代理人が勝手なことをやっていて本人が、これちなみに定当権設定登記の抹消登記を提起したこれ追認拒絶と評価することができますからね。 わかるよねだって無権代理行為やられてふざけんじゃねえ抹消しろっていうふうに言ってるんだからこれっていうのは追認拒絶と評価できます、えー、とちょっと回答例とはちょっと違うような感じの書き方になってますけれども、まあ、結局これ自体が本人が低統計の設定統計について、えー、抹消統計をしろっていうふうに言ってる以上はもう追認拒絶評価できますからこれ無権代理が確定します。 無権代理がこの時点で確定することになりますのでこの後相続が何があってもね有効とならないということで問題なく回答を出せるかと思いますはいということでまあ、無権代理については以上でじゃこの追射をめぐる問題が第45問になりますではどんどんいきましょう、えー、本人に代わってちょっと変な問題が若干ありますけどね、えー、本人に代わって弁済を受領する権限がないものがいいですかね えと本人に代わって弁済を受領する権限がないものが本人の有する債権についてえ本人に代わって弁済を受領した後にえ第三者が当該債権を差し押さえて添付命令を得た場合においてえその後に本人が弁済受領行為を追認したときはえ添付命令によって債権を取得することができないといううふになってますがあのこれねあの結論のみですこの結論明らかにおかしいでしょその明らかにこの第三者を害するよね。ね その第三者が債権差し押さえ添付命令を受けた後に、その弁済受領行為を追認することによって。その添付命令の効力を否定するってことになると、これ明らかにおかしいじゃないですか。なんで判例はもう結論としてはもう一回この添付命令を得た以上は。その後の追認ってのは基本的に認めないと、まあいうふうに考えています。で基本的には百十六条、正しがきです。追認ってのは訴求項あるんだけれども、追認前の第三者が返せないでしょでまさにこれそうじゃん、追認する前に。 差し押さえてて添付命令を受けけるわけじゃんということは、債権差し押さえて添付命令を受けた人というのは、追認前に利害関係に入っている第三者だから、その後に添付命令を受けた後にえと、ー、に、これは無権代理だからよ、追認するってそれをなくすようなことをしてしまうと、やっぱり第三者が害しますから、これはできないということになっています。はい、ではいい えと本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であってもその後、無権代理人が相続したときには有効になるこれさっきの問題です、43番の足をの焼き直しです、この無権代理の行為を追認を拒絶した場合にこの時点で無権代理が確定します。いいですね、1回追認拒絶をしたあとはこの後の相続というのは全く影響しません。 一旦無権代理行為を追認拒絶本人がした以上はその時点で無権代理行為という法律関係がフィックスされますからその段階でもうその後の相続では全く影響はしなくなりますよねでは、はい、無権代理人を相続した本人は、えー、と無権代理に追認,追認拒絶する地位があったことを理由として、えー、その無権代理の責任を免れることはできない、えー、これは絶対に当てたいね資格併存説の立場です資格併存説の立場というのがまあ 一応、触れておくとあれだよね無権代理人と本人の立場が相続するから追認拒絶権は本人持っているわけだよねで相続人の117条責任も相続しますからいやね今回、無権代理人が死んじゃってんじゃんで無権代理人が死んじゃってるということは本人としては追認権追認拒絶権は本人として持っていてで無権代理人としての責任117条責任も相続して併存しているんだよね。 だからこのように相続が発生した後に無権代理の責任というのは併存していますから免れることはできないということはないでしょうでは次、本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても、はい、相手方が知るまでの間は追認効果を主張することはできないということですが危な,危ない、危ない。と これを知るまでの間は、追認効果を主張することができない。一見あってそうあ間違ってそうだよね。さっきやったでしょ。これさ、ここ引っかからないで。無権代理人に対してはできますからね。要するに、当事者間では、ね、問題ないでしょあの。相手方に言えないんですよ。これ、すごいなんか腹立たしい問題ね <laughs>。 いいよねつまり相手方に対して追認を追認ないし追認拒絶の効果っていうのは特に追認が条文上規定されているけど追認っていうのは相手方に対して行わなければ相手方に対抗できないっていう話で無権代理人に対して追認の意思表示してるでしょだったら別に無権代理人に対しては当事者間では別にいいじゃん,、まあ、なんか会社法みたいな話だね、えー、と当事者間では全然問題なくできます。はいじゃあお えーと問題としてはこれか、えー、と無権代理人が本人を他の共同相続人とともに共同相続しました1人が追認拒絶したときには無権代理行為は有効となる無権代理人が本人をあそうだ、ね、複数の人がやったわけねごめんなさい複数の人が行ったと無権代理人が本人を、えー、他の共相続人とともに共同相続した場合 その時に1人が追認拒絶しましたはいうことは不可分だから有効となる余地はないよねつまり1人が拒絶したってことは全員による追認ないよね全員による追認がないってことになりますからということは追認の効果は生じませんわね、えー、全員による追認がないわけだから、まあ、言ってみれば 追認権は不可分ですからね。 えー、追認権は不可分ということになりますから税による追認がない以上は追認の効果は生じませんので、えー、それでいったと思いますでは、えー、第45問は以上で、えー、今度は少し変則的な問題で第49問、えー、この辺はちょっと担当プロパーの知識になりますので、まあ、ちょっと知らなかったら、まあ、問題文を押さえながら担当,のあの担当の知識として入れていってください、えー、まず条件に関する問題というのが一応出ているんですが、はい、停止条件付き法律行為については まあ、ちなみに停止条件というのはちなみに知識の確認だけしておきますある条件が成就することによって法律効果が発生するものね,いやね停止条件というのは条件成就によって法律効果が発生するものでこの時当事者が条件が成就した場合の効果を遡らせさせる意思表示つまりもう遡って効果を生じさせるよという意思表示がしたとしても条件が成就したときから、えー、その効果が生じるなんか言っていることがすげごちゃごちゃして嫌だなという問題、えー、だとは思いますけれども。 えとまず、いいで,で,いいですね条件が成就したときから蔦乙さん、これはあの最初にやっちゃうと条文では127条に実はあるんですがあの結論からするとですね条件成就したときからではなく本人がこういう成就したとき以前に遡らせる意思表示をした場合でしょそのときにはいっその意思に従います。 でこの点のなんか担当プロパーって特に苦手な人って結構いると思うんですあのまず、ね、問題解いてそうなんだっていうこところで納得をまずしちゃうで大体担当プロパーってなんで担当プロパーかって条文に書いてあるだけなんですよだから担当プロパーであることが多いんでそうすると、まあ、実際問題解いた上でこの問題ちゃんと適切にあの直した上でできればそれで条文知識入ることになるので、まあ、あの全部ばーっと読んでいくよりは実際127条でこれが原則なんですよ。その 停止条件付きの法律行為というのが成就した場合にはその効果は成就したときから生じるんです。それが原則なんですただし特段の意思表示をした場合ですねこのの特段の意思表示をした場合には、えー、その通りになりますので、えー、この問題は足は×ということになります。では次、えー、条件成就が未定である場合に本人の権利義務は、えー、処分、相続、保存、担保を供することができるということですがまだ条件が えー、あるかどうかはわからんという場合については、えー、これちなみに丸なんですよその条件成就がまだ未定なんだからその権利関係についてはまだ条件が整ってない状態ですからその未定の間は当事者というのは自由に処分・相続・保存・担保提供などをすることができます、えー、条文としては129条に全く同じ条文がありますので、えー、あこれはそうなんだで十分ですまあ、ここはメリハリですねそうなんだで十分ですで、う はい、このうの問題はこれはね考えればわかる不能の解除条件が付した行為は無効となる解除条件とは何ですか解除条件というのは条件がが成就したら効力が失わわれるものなわけですで不能の解除条件ということは成就することがありえないんです。ということはわかります解除条件が成就することがないということは効力が失われることがありえないということでしょう。ということはそれは無効ではなくて無条件になります。 だって法律効果の効果果の解除条件ってそとうい,ういうのは解除の条件が成就すると効果が失われるものでその条件成就があり得ないということは効果がずっと消えることがないということでしうということは無効になるのではなくてこれは無条件になるということです。だからまあ言葉としてはよろしくないかもしれないけれどもあの考えて解く問題がやっぱりここは多いですだからまあ担当合格なんかはそこは肝これ、丸暗記しても意味ないから。 逆にさ、不能の停止条件だったらどう成就して法律効果が発生するんでしょ、えー、だから例えばこうなったらお金あげるっていうのがか停止条件だよね。だからこうなったらあのお金あげるよっていう話でその条件がもう明らかにおかしいっていうケースでしょわかる例えばね、なんか分かんないけど大統領になったらお金あげるよみたいな条件がついた場合でしょ 大統領にななることないじゃんおそらくね、まあ、不能な提示条件がついているってことは条件成就して効力発生することがないからそれは無効だよねっていうふうに考えていけるわけですよ。いいすねだからさっきの例で言うとあなたが将来大統領になったらこの効果はなくしますっていうのが不能の解除条件でしょ。ということは大統領になることないんだから、まあね、普通に考えれば。ということはそれは無条件のものと考えればいいっていうそれだけのことですこれ実はね。 で同じように、えー、A です、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げたとき、まあ、なんかありそうですよね、えー、なんか大学に合格したら何かあげるよっていうようときううにね、なんか大学に受かられると困るって言ってで、なんかそういう妨害行為を行うなんていう場合にはどうなるか、相手方は条件成就と見なすことができる、えー、これはもう、丸なんだけれども、あの普通に条文知識です、もう、なので、知ってたら OK、考えたらそうだよねっていう、納得できちゃえばね。 えー、特に担当はこれ一今、1回目じゃないあの今後やっていくというわけでこ,ういうこういう問題っても5週、6週回すからやっていく中で条文入るからね、まあ、まずはあの条文の意味を納得するとですことで停止条件付き法律行為は,ということはこうなったら成就ってやつね、はい、単に債務者の意思にかかるときには無条件となるとありますがこれは無効になります。 あのちなみにこれ、なんだかどういうのかわかるこの債務者の意思にかかるときというのは簡単に言うと気が向いたら100万上げるです、典型的な停止条件。え俺の気が向いたら100万上げるよという契約はそれは無条件というか、まあ、そもそもそれは無効だとされていますあの、これも条文上定められていて、やっぱりそれは法,法的拘束力を持たせる意味はないでしょう。 そのもっぱらさ債務者があ私の気が向いたら100万上げるよなんていう条件をつけあのそういうようなもの,のに効率効果を認めて拘束力を認めるのはやっぱり妥当ではないというとこが無効とされています。だったらそれは、ね、無効としたうえでじゃあちゃんとした形であのベッドで一生児すればいいんだから。 で別途1往時すればいんだからそのなんか明らかに債務者のみの意思で決まるものに対して効力を持たせるのは妥当ではないとしています。でちなみに、ね、過去問ってやると分かるんだけど今やったものと司法試験の問題とか回していくとほぼ条文カバーしてますからで逆に言うとそこですらやってない条文は今後出てもほぼ皆さんできないから初見問題として扱われるからあのこ,れこれを全部押さえていって他のが出たらどうしようというのは結構、危惧だったりします。 あの関連問題はやった方がいいけれどもまずは出てきたものとあとは余力があったらそういう条文プロパーの問題だったら解説読んであ関連している条文だけチェックしていくっていうところでね、えー、十分だと思いますのでまずは1周目は特にね変に広げすぎないことあのこれはもうた担当のコツですからね広げすぎるともうねとんでもないよ、ね。 まあ、結構よく、ね、受験生の人には言うんだけど、まあ、4週回してから言ってくれっていう話ねこれもやった方がいいですかこれもやった方がいいですかっていう,ふうにまあ聞かれるんだけどじゃあ過去問4週やったらねあの考えようって言うんだけど、まあ、そこまで回してない段階、まあ、4週はまあ理想だけど少なくとも3週だよね、えー、過去も3週ぐらい回した段階で何か広げるかどうかって判断がそこで初めてつくので,で大体言っとくとそこで週3週ないし4週回してしっかりカバーできてるんだったら合格ラインをその段階で超えてるから。 あのだったらどう広げるかという問題は意味があるんだけれども、その他の条文やるとかね、えー、あるんだけど、この段階でまだね、一周回してない段階で、ほかに手を広げようって広げちゃうと、7科目終わらないというリスクのほうが高いですから、まずはね、あのやっちゃったほうがいいというところあります。じゃあ次です、条件、期限について、えー、あまりまあ見ないかもしれませんが、じゃあ、条件が成就しないことが、えー、法律行為の時に確定,して,いたあ確定し,なしていた場合、この場合、その条件が、 解除条件であるときは無条件の法律行為となりその条件が停止条件であれば無効な法律行為となるということですが一応、ね、131条2項でまず規定があって丸なんだけどこれも具体的イメージです。条件成就しないことが確定していたということはもうありえないような条件だってことですよね。いいですね。ということは解除条件だったらこうなったらなしってやつでしょこうなったらなしっていうのが、まあ、もう一つ成就しないわけじゃん。 とということはなしになることがありえないんだから無条件でしょ。でえこうなったら発生するっていうのが停止条件でしょ。だからこうなったらお金あげんよっていうこのこうなったらがもう成就しないことが確定してるわけじゃん。ということはこうなったらあげるよのこうなったらが成就しないんだからそれは無効だよねと考えればいいんじゃないっていうことでもう自動的に答えられますからここはね。 ええ、なんかもうこうこうなったらこうだっていう具体例を意識意識すればいいです。じゃあ次です。不法な条件を越した法律行為は無効である。ちなみにこれ百三十二項にあります。百三十二条二項前段にあって、でかつはいあこれこれ前段こっちが後段だからバツ。 あの不法な行為をしないことを条件とする法律行為も無効です。これは当たり前です。えー、不法な行為をしなかったらなしとかね、不法な行為をしなかったらあげるとか、まあ、そういうふうなことについても同様にだめとされています。いいですね。これはまあそれだけ、はい。条件の付された行為は相続することができない。はい、こういう問題は、もう出てきたら129条、起筆です。いいね、起筆ですね、えー。さっきの問題と同じですから、もうしっかり押さえる。では次に A。はい、判例によれば、 不法行為に基づく損害の賠償ですね。不法行為の消滅時効については、えー、被害者及び、えー、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時にない限り。初日は参入しないということです。えー、条文としては、えー、百四十条に規定があります。で、これはですね、あの、不法行為だなんだってあまり関係ないです。あの、基本的には期間っていうのは、初日不参入の原則ですね。 午前0時だった場合に限って初日参入になるんだけれども、あの午前0時の場合以外は初日数えません、でですね、これも初日不参入の原則というやつになりますから、えー、初日不参入の原則と呼ばれるものですので、これは頭に入れといてください、まあ、ここに書いてある通りです、まあ、不法行為だろうがなんだろうが、あの期間の計算というのは初日を数えず、次の日から計算していきます。 えただまあ7法全体を通してだけど1個だけ例外がありますね、7法では。あのー、交流期間あの刑事訴訟法において交流期間だけは初日参入です。なぜかというと被告人にとって利益だから本来だったら例えばね3日に交流決定された場合交流初日って4日なんですよ、本来は、ね。あの初日不参入だったら3日に交流決定がなされれば4日から数えていくんだけどあの刑事訴訟においてはやっぱりその被,告人被疑者の身柄という観点からすると交流期間のか数は 交流決定された日から数えますだから初日不参入の原則の例外として、えー、被疑者の交流の初日,初日参入というのが一応ある、ね、まあそこはせっかくだからここで押さえとこうね被疑者交流の時は初日参入ですでは次、尾です契約の一方当事者に債務不履行がありました催告、えー、期間内に催告しなかったら契約解除するぞというのを他方当事者がしました、まあ、よくありそうですねでその契約内に履行がなければあらかじめ解除の意思表示をしなくとも解除の効果は発生する、はいえー、これは丸ですね あの一応、このような場合この場合にはあの契約の解除の効果は生じますちなみにこれ何かというと条件付き解除って原則無効なんだよねいいよね、えー、原則としては条件付きの解除というのはできないんだけれどもこれだけ例外で認めている催告して払わなかったら解除するという場合にはその催告解除のルールに則っった形になっているでしょう本来は解除については条件付けることができないんですよ。 まあすごいあのざっくりした書き方になりますけれどもえ解除については条件をつけることはできないとされています,えっと,ですねというふうにされているんですがただ例外がこれなんですねちょっとここは確認しておいてくださいまた後で追って勉強しますけれどもえせないただし例外は ちょっとごめんなさい。ちょっと黙々書いてある期間経過後、まあ一般的にこうやって言われてますね。解除の意思表示については。 あの条,件は条件を切りつけることって原則できないんだけれどもただ例外的に本件のように、えー、この期間までに払ってくれなかったら解除するぞみたいなものについては許されるとしていますので、えー、ここは確認しておいてください、えー、例外としてはおのようの場合には再刻解除は可能ということになりますではここからは楽です時効に入ります、えー、第52問です第52問の時効についての問題を進めていきますよよろしいいですすかね次行っちゃいますよ はいじゃあ取得事項、まあ、スパスパいける問題はスパスパいきましょうじゃあまず最初ですけれどもまず、あから順番に確認していきます10年の取得事項を援用して所有権の取得を主張するものえつまり短期取得事項について、えー、主張するものは占、はい、有開始時点と10年経過時の2つの時点の占有を主張立証すれば足りるそうですねこれは確認しておいてください占有の継続っていうのは最初と最後で足りるよね。 占有、えー、の継続というのは最初の最後で足りますので、えー、これはまあ OK でしょうで所有の意思、はい OK 平穏、公然、はい、これ推定されますねで善意、無過失については、はい無過失はこれは推定されないね、えー、念のため確認しておいてください、あのー、いいですね所有の意思を持って善意あごめん、ね、所有の意思、平穏、公然善意までは186条。18 186条1項やで推定されますし占有期間については最初と最後があれば間の継続が占有が推定されますよねですからこれらについては186条1項2項で推定が全部働いてるんだけれどもこの無過失だけですね無過失についてのみはこれは推定が働きませんのでこの点はちょっと押さえておくといいと思いますでは E はいえー、と時効期間を計算する際には初日不参入であるということですがはいもういいよね、140条で初日不参入の原則がありますので全く問題なし、はい、う、外形的、客観的に見て、占有者が他人の所有権を排斥する意思,意思を有していなかったと返される事情を証明すれば、えー、所有の意思を否定することができる、これは論文レベル、ね論文レベルえー、所有の意思については占、はいえー、有,有取得原因から外形的に判断されるね。 この辺はまあ論文対策になりますかね。所有の意思があることは推定されるわけだよね。で、所有の意思があることは推定されるわけだけれども所有の意思があるかどうかつまりこれ自主占有でであることですよね。え自主専有か多種占有かは判例上取得原因から外形的に判断することになります。ということはえこの外形的、客観的に見て占有者が所有の意思を持っていないという事情を証明すればその推定を破るんですよね。 この推定を破るんですですからこれ一般的に多種占有の公弁と呼ばれるやつだねつまり時効の,の方については自主占有推定されますから、えー、ですからこのような多種占有というのは公弁に続けられるんですよいいです、ねまあ、この辺はもうメモ書きになっちゃいますけれども基本的には所有の意思というのは186条1項で推定されてます。 186条1項で推定されているということは推定を覆す事情があった場合にそれがひっくり返るということはまさにこれでしょ、えー、この外形的客観的に見て多種占有であるということを証明すれば、えー、その、えー、取得事項を争う側は、えー、その否定することができるわけですよねでは AA が所有する不動産について B が占有を継続したことによる取得事項が賛成しても B は登記をしなければ はいもうこれサービス問題ってなるかなその,その後に A から不動産を取得した C に対しては対抗できない、はい、時効完成後の第三者ですよね。 でまあ、あまりこういうこと言っちゃいかんけどさなんちゃら後の第三者って大体対抗関係じゃないですか、えー、今回も時効完成後の第三者に当たりますから177条の問題ですから B は登記が必要になりますね、えー、時効完成後の第三者との関係では対抗関係ですでは次です、えー、他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸したものは第三者が20年間占有したとしても所有権を取得することはできないまあこれは基本問題だねやっぱね多種占有になってるでしょう 要するに自分の土地だということで、ね、自己所有の土地だって第三者に賃貸しているということはこの第三者の占有というのはあの多種占有としてあごめんなさい、ごめん,ごめん,ごめんなさい今、多種占有って言ったけど間接占有じゃないです、すみません、まあ、間接占有、もしくはこれ代理占有って言いましたよね。 自己取得できます、まあ、今回、自己所有の土地としてとて言っているからまあ自主占有で割るからね、えー、所有の意思を持って、自己所有の土地であるというふうにまあ所有の意思を持って他の人に貸しているということはこの第三者の占有というのはえ言ってみれば間接占有に当たりますからまあ実際、間接占有であったとしても自己取得できますよという点を押さえておけば足りるかなというところです。はいということで52番以上でどんどん進めていきましょう。第55問今度は消滅事故 まあさっとここうこれは債務不履行に関する損害賠償請求権は、はい、行使することができる時から知って5年で消滅するなんかここまですっとやるとなんか引っかかりそうな気もするけどね全然問題ないよねこれねなんか何かあるのかと思うけどねあの知った時から5年ですからね不法行為だったら、ね、あの損害および加害者を知った時からだけどさ。 あの特段あの不法行為債権ではなくて債務不履行ですから債務不履行にもつく損害賠償請求ですから特段問題ありませんなお、不法行為だったら損害と加害者を知ったときからなんですけれども、まあ、条文上確認はあとでしておいてねあの不法行為の時効については3年ですからね主観3年客観20年でした、えー、不法行為の場合は主観が3年客観20年ですが一般債権ですから債務不履行の一般債権は主観が5年客観10年でしたね。 だら問題なし、はい、詐欺の取消権行為から5年間行使できない場合、時効によって消滅する、いやー引っかかる人多い,多いかなと思います、126条、追認できる時から起算します,いいです、ね、つまり権利を行使できるときからなんですよ、取消し権は。つまり、この行為のときからではなくて、追認できるときからですね。考えたらあの、詐欺があってから5年じゃないからね。 詐欺があってから五年ではなくて追認できるときからつまり権利を行使できるときから五年で消えますはい。一応これも百二十六条で書いてあるからそれを知ったときからだからねその追認できるときというのが要するに権利行使できることを知ったとき まあこのあの足でいうところの主観的起算点に対応します。えー、権利を行使できることを知ったときから五、えー、年ということになりますね。百二十六条にありますので確認しておいてください。でちなみにですけど詐欺取り消しについてはあの念のためと客観は行為からは二十年なんですよ。追認できるときから五年で C F で行為からは二十年です。いいかなこれは念のためやっておいてください。百二十六条。 取消し権の時間制限です、追認できるときから5年、行為のときから20年です、う、不法行為請求権は20年、いいですね、主観3年、客観 20, 20年ですから、まあ、そうするとここは整理しておくといいよ、あの足は一般の不法行為というか、一般債権でしょ、一般債権は主観5年、客観10年、取消し権は主観5年、客観20年ですね。 不法行為は主観3年客観20年ですで、ねまあ、この辺のところ主観客観で分けてますけどこんな感じになってますで次に確定判決は必ずえ10年になりますよね、えー、確定判決は裁判所によってえ権利の交渉がなされていると見ることができますから10年より短い時効が確定判決によって確定した場合短い時効を収めるこれ問題の立てつけが明らかにおかしいよねなんかどう考えても日本語上つながらないえ足なので169条 あの確定判決についてはやっぱり裁判所の判決という、ね、け強いあの権利交渉がありますから、えー、交渉って公に称するってつ、ねえー、裁判所により強い権利交渉があると見て取れるので、えー、もう法,法令上10年としていますで次定期金債権いや知らねえよって話ですねねこれは、ねえー、と一応、定期金債権については知った時から10年間というのが条文としてありまして168条、まあ、これは言いがかりみたいな問題かな。 正直三角って書いておくけどできなくてもしゃあない足です、まあ、出たら文句言えないけどね、まあ、正直、あいうえで確実に答え出せるからまあ作る側もう一足つけておくかみたいな感じですちなみに定期金債権については主観10年、客観20年なんです主観10年、客観20年でめちゃくちゃ長いんですよ定期金債権、えー、条文は168条でどうして定期金債権で長いかというと定期金だから性質上すごい長期的にやるもんでしょ だから時効消滅についてのハードルもめちゃくちゃ高くしているんですよ。だから今、現行法で一番高い時効のハードル定期金という性質上、期間は長く設定されているということになりますでは続けて、意外と時効、そんな問題が多くなくて第60問時効の更新に関する問題足1は没題ということになりますのでそこはまた後でやります、はい、消滅時効の更新に関する問題じゃ行いきますよでは2番。 事項期間が経過する前に第三者,者に対して債権者が債権譲渡し債務者がその債権の譲渡について承諾をした場合その債権の消滅事項は更新するというのが1問目になりますが、はい、これはもちろんそうですよね152条で権利の承認は更新事項になりますから債権譲渡の承認というのは当然これ、債権譲渡の承諾って権利があることを認めているのと同じですから。 ですから結局152条1項のいわゆる、えー、権利の承認ですね、えー、権利の承認に当たりますから、えー、これになると、まあ、152条で、ねえー、権利の承認はけあの時効の更新中になってますからでは、えー、次に時効期間が経過する前に支払い猶予の申し入れ。 ちょっと払うの待ってくださいよみたいな話です。これも同じです。百五十二条一項の権利行使に当たりますね。これ一般的に辞任行為って言われるわけです。要は積極的に債務があると認めなくても。債務を負っていなきゃやらないこと。例えば支払い猶予の申し入れとかが典型的です。えー、まあ言ってみればこれっていわゆる辞任行為。に当たります。これは。 まあこれについてはまあ結論のみですね、えー、債務の承認に当たりますですから更新自由になりますねで次に、えー、っと時効期間が経過する前に債務者が債務の承認をしました、まあ、ここまでは特に問題ないね、えー、時効期間が経過する前に承認して更新しましたでその後、非担保債権について消滅時効更新の効力を債権の仏上代理人が否定することは許されないとありますが判例はこの立場です。 主債務者の時効が更新されると物上代理人との関係でも更新されるんです、えー、ですから、えー、そうです主債務者との関係での時効の更新の効力というものは判例上、えー、このまさにこの事案です要は債務者が債務の承認をしたら債務者との関係では時効を更新してますで原則は時効の更新って相対効なんですよ 百五十三条にある通り債務者が更新しようが、物上保証人との関係では更新の効力は生じないんです。ただし例外があって、これ不自由性があるんですよ、担保権は。だから判例上、やっぱり原則としては。その時効については相対効ですよね。このえっと百五十三条。え百五十三条にある通り相対効で、主債務者との関係で時効更新しようが。 物上保証人とか他の人に対しては及ばないはずなんですよ。本当はね。だけれども、不自由性がある。例外として、保証に関する不自由性ですよ。まずね。ちょっと条文も紹介はしておいた方がいいかなというところなんで。あの通常の保証については、やっぱり不自由性でここ例外になってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。四百五十七条一個。 主債務者保証人については457条1項で、まあ、これはまあ原則は相対項だからあの更新の効力は他の人には及ばないんだけれどもその主債務者が自己更新すると保証人にも えー、ごめんなさいこれ読みにくいな効力は及ぶということで効力って書きました保証人も効力及ぶであとは主債務者について物上保証人 つまり主債務者の時効が更新されたと簡単に言うと主債務者との関係で債務承認があって主債務者との関係で時効が更新された場合それは物上保証人に対してもその効力が及ぶから物上保証人は主債務の援用ななをしてそれで事故の,の責任を免れることはできないとされていますので本件においてはこの2、3、4の足をとりあえず押さえておけば十分かと思います。 あのしっかり見ておいたほうがいいからね、この辺のところはね、えーまあ、ちょっと時効とかは手薄になっちゃう人もいると思いますので、まずは予備で出たものについて、しっかりと見ていくことは肝要、えー、かなと思います。では、えー、続けて、ですね時効の掲用62番です、えーと。時効の問題はあと2問で終わりですので、えー、これでね、相続論に関してはほぼ終わりなんですね。じゃあ、時効掲用について、えー、低都不動産の第三取得者は、 はいえー、と消滅事項を援用することができる、もう基本問題になります、ここは。えー、145条の直接の利益を受けるものに当たります、いいですね、あの事項の消滅事項の援用権者については、基本的にはその当事者と、あとは覚えてますかね、当事者保証人、物上保証人、えー、それから第三取得者。でこのような 時効による直接の利益を受ける者は栄養賢者になっていますから、えー、もうこれは外しちゃいかん当事者以外でも3点セットで保証人、物上保証人、低等不動産の第三取得者この辺りについては非担保債権の消滅事項については栄養することができます。でいはい、いもこれ論文問題 先順位抵当権の非担保債権の消滅によって後順位抵当権の配当が増加する場合後順位抵当権者は,は、援用することができるかこれはもうできません、判例上、後順位抵当権者が援用することは認めてない、なぜならば、これは反射的利益にすぎないとつまり、直接の利益を受けるものじゃないんだよね。 いいね、145条の直接の利益を受けるものには当たらないわけですですから先住位低等権者の時効が完成していてで後住位低等権者がその時効を援用することによって自分の順位が上昇して配当が上がるということはあくまでも反射的利益に過ぎないとしていますでちなみに、委については援用することはできないんだけどただしあの主債務者の時効を代行することはできますからね。一応これはね最も 主債務者の自己営擁権を代行することは可能です。いいですね、ここはまあ確認しておいてください。多分ちょうどいいぐらいですね。あの自らが営擁することはできないんですよ。その 公衆に抵当権者が自ら援用に持っていくことはできないんだけれども。まあ、ここにある通り、主債務者の自己援用権を代行することは問題なくできます。で、う、差えー、害行為の受益者は、差害行為取消権を行使している債権者の。非保全債権について、消滅事効を援用することができない。まあ、初めて見る問題かもしれませんが、えー、一応ここで頭に入れといてください。あの、栄養権認めてます。やっぱり、この差害行為の受益者っていうのは、その詐害行為取消権の。 その行使によって差害行為を受けちゃうわけでしょ、差害行為取り消しされちゃうから、その実際に債権者の非保全債権が時効になっていることについての栄用権は認めています、つまりこの差害行為の受益者というのは、直接の利益を受けるものになると当たるとしていますので、ここは確認だけしておいてください。ででは次です はいえー、とえでこの辺は知ってるか知らないかというのが多いかもしれないね、えーと、譲渡担保権者が非担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡しました、ここまでいいね、つまり弁済期経過後に第三者に譲渡しましたで、その第三者は譲渡担保設定者が譲渡担保権者に対して有する生産金支払い請求権の消滅事項を援用することができるで、これは正直知らんかったらしゃないです。判例上 判例上できるとされていますまあ言ってみればそれによって支払い義務を免れるからね、えー、それによってその生産金の支払い義務を免れることになるのでその目的物を受け譲渡を受けた第三者っていうのはその譲渡担保設定者が持っている生産金払いっていう請求権の消滅事項を援用することによって、えー、まあその結果的にそれによって自らの支払い義務を免れるからねというふうにされていますで次のおですでおは重要はし 建物の敷地所有権についいて争いがある土地ねこれ問題文しっかり読んでね土地の争いがあって建物の賃借人がの時点で×ですもう,もうこれはねあのちょっと触れとくとね条文はこの問題どういう問題かっていうと建物の敷地に争いがあって敷地上の建物の賃借人っていうのはテナントだよ建物の、ねえー、敷地上の建物のテナントさんが建物の賃貸人が この敷地を自己取得しなければ自分のテナントが出ていかなきゃいけなくなるわけですよね。でこの時にその敷地所有権の取得事項を援用できるかって問題なんですね。でこれは判例上あの認めてないからねあのなぜかっていったらあまりにも遠い敷地の所有権の取得することによって建物の占有権限ができてで建物が占有できるから建物から出ていかなくてよくなるってなるとあの明らかに遠いでしょう。なので あの建物の賃借人については判例上直接の利益を有するものとは言ってないです。で気をつけてほしいのが土地の賃借人は営業権限があります。 おそらくはこれね、あの大体の入門口座系のものでは触れていると思いますその、言ってみれば敷地所有権が争いがあって、敷地所有権のその部分に時効が成立することを誰が主張できるか、でもちろんこれ、占有者自身は主張できるわけだけれども、あのその土地の賃借人は、自らの土地の占有権限が、えその時効取得によって得られるから、援用できるとで、問題になるのは、その敷地の上の,建物,の建物を借りてるだけの人、いい 建物を借りてるだけの人が敷地の事項取得を営用するって話でしょその人の。でこれはできないでよく考えたら分かるでしょ一テナントがその底地のさ自己営用するっておかしいでしょイメージしてもあまりにも遠いんだよ結果反射的には利益はあるのよ土地の事項をちゃんと地主さんが土地の事項を取れば土地がちゃんと所有権あれば建物もちゃんとで壊さなくてよくなる壊さなくてよくなるから私はその建物から出ていかなくてよくなるっていう利益はあるけどこれ間接的な利益でしょ。 直接の利益にはならないんですよ。間接的な過ぎないで、特にこれは今後土地の賃借人か建物の賃借人かということで聞かれうる問題なのでえ意識はしておきましょう。ではラストの時効の問題ということになります、まあここまでやると、ねまあ、ちょっと時間のかけでもうちょっと進む続けるんだけどあの相続の問題の基本はここまでです。 えっと自己総合です。じゃまず最初、えー、買い主の売り主に対する、えー、目的物の担保責任。これはだから契約内容不適合責任と思ってください。えー、契約内容不適合責任は引き渡しを受けた時から進行するというのがまあ問題になりますけれども、えー、こちらは丸でいいと思います。えー、要するに。 引き渡しを受けたときから進行するというのは、一応これはね、判例の立場です。もうこれはもう知っていればいいですね。契約内容不適合責任というのは引き渡しを受けたときから進行していきます。いいですね。丸。もうこれだけ。はい、次です。え、いは没つ足だからなし。はい、い、相続財産については、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は時効は完成しない。 というふうに、まあえー、書かれてありますけれども、まあ、これは知らなかったらちょっとまあ難しいところではありますが、あのちょっとな難易度の高い足かな、これは。えーとね、160条あの、条文あるんですよ、相続財産に関しては相続人が確定したとき、えー、管理人が選任されたときから6ヶ月の間は契約完成しない、つまり管理人が選任された後6ヶ月で完成します。 えー、これは160条の条文にはっきり書いてある、えー、管理人が選任されたときまたは破産開始決定から6か月を経過したら事項は完成するとされていますから、えー、これは160条の条文知識をストレートに聞いているだけです。160条選任から6か月でも完成します。はい、次ですえ 主たる債務者が自己利益を放棄した場合に保証人に対してその効力を生じる、はいえー、と一見すると生じそうな気はしますね不自由性からすればね、えー、主債務者の自己放棄の効果は、えー、その後に、えー、保証人に及ぶというのがなんか不自由性から言えそうですがこれも流し及ばない、えー、とどうしてかというとやっぱ自己放棄ってものすごい不利益なのよ。 わかります自己放棄ってことは自己がもう使えなくなるわけでしょ主債務者が自己放棄したことによって保証人まで自己放棄されるって効果があるのはさすがにやりすぎということで一応判例上はあの不自由性は放棄には及ばないだから まあ、結論はここうういうことです、まあ。確かに不自由性という概念があるから主債務に,に生じた自由が保証人にも生じるということはよくある話なんですよ。でこれ457条でやってるじゃん、えー、457条1項でその時効の完成猶予や更新というのは保証人にも及ぶよという話もあったけどこれは時効の放棄には及ばなくてもう主債務者が放棄した効力は保証人にもなるなぜなら不利益がでかすぎる。 とされていますじゃあラストの O です、えー。債務者が消滅事項完成後に、えー、債権者に対して分割払いするよという申し出をした。なんとなく出てくるやつね。事項完成後の債務承認です。ということは、事項完成後の債務承認は、審議則上、延用券消滅するね。事項完成後に、えー、これ、事項完成後に債務承認しています。 ということは、はいえー、あとは肝になるところをやっとくと、自己完成の事実を知らなかった時でも、これ重要ですね、自己完成の事実を知らなかった時でも、相手方に対して援用しないというあの期待が生じちゃってるんだよね、えー、自己完成後にこういう債務承認した場合には、えー、その、えー、ものが、ね、債務者が自己完成の事実を知らなくとも、その相手方に期待が生じたよう、以上、自己援用することは許されないとしています。し、えー、いまして 実行延用することは許されない、これはまあ丸なんだけど、審議則上の実行延用権放棄ね。延用権証明、正面、延用権。で、尾については判例上、めちゃくちゃ重要なやつね、あの論文でも問われるところですので、えー、審議則上の実行延用権喪失があります。これは、時効完成後の債務承認というところが肝になってくるわけです。 はいでは、ですねここまでのところが一応、相続内容になりますけれども、少しあの時間の方はあれですけれども、物件のところで、ある程度知識問題になるところまで触ってしまいますすそれではではね第64問から見ていきます。 じゃあ、早速ですけれども、物件の問題、まあ、物件楽だなっていうのはね、あの条文があんまりないからね、えー、なので、まあ、やれるところやっちゃいましょう、えー、まず物件については、一筆の一部について成立することはないとありますが、これはもう基本です、一物一見主義の例外ですよね、一物一見主義の例外で、分筆することもできますからね、えー、成立することはあります。で次、不特定物を売買契約の目的とした場合、特定しない限り所有権は買い主に。 移転しないその通りですね、えー、これはですね、あのー、基本的には契約時に移るんだけれども、特定してない以上は特定対象はないでしょう、だから原則としては176条で、えー、当然に移るはずなんだけど、176条の例外として、不特定物の場合には特定しない限りは、えー、その移転の余地はないですよねで、次です、複数の物の上に1個の物件の効力を及ぶことはない、もう大丈夫です集合動産譲渡担保。 えー、集合動産譲渡担保が判例上認められてますから、えー、ということは、えー、複数の物の上に1個の集合動産譲渡担保がつくことは通然ありますで次です、金銭の所有は占有者と一致しないことがある、えー、ということで何かこれ、あもう一致しないことがあるんだろうなってことで、まあ、終わっちゃうんだけど原則は金銭の所有権と占有者一致します,いいですこれは大丈夫ですね。 原則としては金銭は所有と占有は一致するんだけど1個だけ例外があって遺産共有の状態の金銭これ共有になりますあ,のあくまでもこれ A については原則は一致するんですよ金銭については例外は 覚えてます現金というのはさ遺産分割が行われるまで共有状態でしょ現金って。ということはそれ所有と線有一致してないのよ共有状態でどこかに保管されているという状態になるから、まあ、例外的になり得るということです。で最後、物件は権利を目的として、えー、成立することがあるうわー、難易度高えなと思うかもしれないけれどもこれもありますねあの、どうしてかというとこれはちょっと不安な人はあのパッと出てきてほしい問題だけ言っておくと抵当権って地上権につけられましたよね。 抵当権って不動産と地上権と A. 虚作権につけられるんですよ。つまり物件というのは要するに抵当権は地上権に対してむつけられる。例えばですよ例ですよ抵当権っていうのは。地上権とか。A. 虚作権についても。 設定でできますのでそうするとまあこの、こいい上をとって五つありましたけれども、まあ、どれもまあなんか具体的なイメージが1個湧いていればなんとかなる問題ですから、まあ、初見だから、ねああ、ふんとかに、ね、インプットしていくのがポイントになります。 では続けて65番、えー、物件的請求権、えー、と予備試験は物件的請求権結構好きなんですよね、えー、もう繰り返し繰り返しなんか出てるところがあってもう過去に3回出てます。ます、あ、24年の問題、えー、所有権に基づく物件的請求権は、はい、所有権と独立に物件的請求権のみを譲渡することはできない、そりゃそうだよね、物件的請求権なんか譲渡できるわけない、そして、えー、所有権と、ね、消滅事項にかかる場合があるありえないからね、所有権がそもそも時効にかかんないから。 所有権はもう消滅事項にかかりませんから、えー、とすれば物件的請求権も消滅事項にかかる余地はありません、はい、2番建物の賃貸借契約が終了した時所有者である賃貸人は賃借人に対して賃貸借に基づく返還はできるけれども所有権に基づく返還請求することはできないそんなわけないでしょ建物明け渡しというのは物件的請求、再建的請求どっちもできるからね所有権に基づく返還請求も当然できるしどっちを選ぶかは処分権主義 訴訟物選択はどっちも選べますから、債権請求、物件請求、どちらも可能です。はい。3番。A は B 所有の土地に何らの権限もなく建物を建てていて、この建物を C に賃貸した。まずここまでいいね。で、この時に、た土地の占有者は B なんだよね。いいよね。土地の占有者は B だよね。あの、要するに土地、あ、ごめんなさい。失礼。A だよね。A だよね。あの、土地があって B の土地の上に勝手に A が建物を建ててるって状態だから、建物所有者が土地の占有者になるんだよな、ね。 これよく言う話、まあ、民法でもやったでしょ建物を所有することによってその建物所有を通じて土地を占有するから A さんが建物を建てている以上は A さんが土地の占有者ですですからその後 C に建物を賃貸,賃貸しても土地の占有者は A さんなんですよ,いいよ、ね、だからこの場合建物を占有しているのは C であるから B は A に対して建物宗教土地開けを請求することができないそんなわけないんですいいここはもう重要問題ね 一見して間違ってるよね、つまり建物の所有者というのは、建物所有を通じて土地を占有するんです。ごめんなさい、書く必要は特にないような言葉かもしれないけど、まあ、あの建物の所有を通じて土地を占有するとしているわけですね。 で続けて4番いっちゃいますね、はい。畑として使用されてした人が ABC3 人で共有しています。いいですね。ABC3 人で畑を共有している人がいます。で、第三者が A の承諾を得て、その土地を造成して宅地にしようとしました。まあ、なんか A の承諾を得た。で、この場合 C は単独で、第三者に対してやめろと。 えー、その共有持ち分権に基づく物件的請求権の行使として土地全体について造成行為の禁止を求めることができる、えー、ということですがはい、えー、と基本的にはこれは問題なくできるというのが反例の立場ですあの言ってみれば勝手に変更行為を行おうとしているわけでしょだ変更行為をやめろということについてはあのこれ反例の立場です <laughs> 失礼しました、えー、単独で できると、まあ、言ってみれば、あの、物件的な、あの。 物件的請求権はもちろん共有持ち分権献持ってますからその共有持ち分権に基づいて勝手に変更行為をやろうとしているやつがいたら単独でそれに対して造成行為をやめろと言えるのが判例の立場ですこれはも判例を知っているかどうかということですねで5番 A が B に対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには B に自理弁識能力をあることは必要でないがそれはそうだよね <laughs> 占有していないんだから妨害状態に濃い過失があることは必要である全く必要ありませんよ いいですね、なぜかといったら物件的請求権というのは占有状態や妨害状態があればそれで足りますからいいです、ね、もう要するに占有などの妨害があれば足りますからもう物件的請求権には濃い過失なんて全くいりません妨害があるという事実のみで足りるわけですよねだからあの要件事実でもさ変換請求権は X の所有 Y の占有だけで足りるわけでしょう とということです。じゃあ66問、はい、物件的請求の問題、ちょっと ABC あるけども、足4つですから、そんなにかけずにやっちゃいましょう、A 所有の高土地に権限なく落つ建物を所有している B が、はい、まず B がもともと所有権として占有者だったで、この人が C に落つ建物を売却しました、もうこのとき、原則としては所有者は C なんで、物件的請求権の相手方は C だよね。 多分聞かれてることそうだなというイメージ湧くといいよ要は A の土地上に勝手に建物を建てる B がいてこの人が建物所有で土地占有しているのよでこの建物を C に売っちゃったんだけど登記名義が残っているんだと登記名義が残っている場合には B に対しても請求できますねでこれはもう有名判例ですからねこの建物登記がまだ残っている状態 で、この時には C に対し、えー、明け渡しを求めることができないというのが一応この足ですが、あのまずこれはそもそもまずツで、この判例の立場は B にも C にもいけるんです。C には、 要はあの物件的請求権の相手方の問題で原則、妨害者にやるから実態法上の妨害者は C でしょだから C に請求できるのは当然なんですよだからもう足としてはおかしいのよ C に対して明け渡し請求することができないというのはもうそもそも間違いでそのだ,だって C っていうのは建物所有者だから実態法上ね ということは、この人、土地占有者なんで、実体法上の建物所有者である、土地占有者である以上は、C に対しては当然、土地の占有者だから妨害、返還請求権行使できると。で、B に対しても行けるっていうのが肝ですよね。B に対しても請求できるというのが肝になります。で、これは判例上ね、登記名義にも行けるっていうことですが、今回そこはあまり問題にはなってないけれども、できないっていうのも明らかにおかしい。B にできるっていう判例だけのね、これはね。 B にできるという判例だけれども C にも当然できますからね、はい、2番、えー、と A 所有の子たちに権限なく土地を落つ建物を所有している B が C に譲渡しあ同じね売却し登記、はい、はちゃんと C があります C が登記、えー、名義落つ建物の所有権を提起した後、C が D に落つ建物を売却した場合にはまず経由してないよね登記名義は C のまま ということは C に対して明け渡しを求めることができないのではなくて C にもできるんです。いいですね。D にできるのは当然 C にもできるんです。ちなみに判例規範は結構細かい規範がありましたからね。そこはちゃんとやっといてね。あの、ではあるけど担当だったらその話だよね。実体法上の権利者であったとしても、その上等後も登記名義を残している登記名義にも行けるっていう話ですからね。はい、3番。今度は A がその土地を B に賃貸している。 B が土地の自動車の駐車場として利用していたところ、いいね、ここまでいいね、高土地の賃借権の登記がされない間に、A が C に対して土地を売却した、でこの時に C が A からの所有権の移転登記をしていないときには、B は明け渡し請求を拒むことができる、はい、これは論文問題ですよね、えー、不動産賃借権については対抗関係に立ちますからね、つまり、本件ではこういう状態なんですよ。まあ、これはまあ さっとやっといた方がいいと思うんで A が B に対して賃貸していて C に対して売却していると。ということは所有権と賃借権というのはこれはあの対抗関係に立ちますからね。なぜならば不動産賃借権って605条で対抗要件制度あるからねあの不動産賃借権の物件化。 対抗,要件あり対抗要件の、対抗要件制度ね。まあ、この辺は分かっていれば書く必要ないからね。あの要は事例としてはこういう事例じゃん。A が B に賃借して、A が C に売りました。で、この2人がバッティングしてるんでしょということは、B と C っていうのは、この B の賃借権と C の所有権というのは対抗関係に立つから、えー、C は当期なければ B に明け渡しを求められないからね。ということで。はい。ということで、えー、終わり。<laughs> ということです。じゃあ4番。 A 所有の高土地に隣接する、えー、なんかどうでもいい問題が出て最後ついたねあの落ち土地の所有者が掘り下げたとそしたら両土地の間に高低差が生じ高土地が崩落する危険が生じている場合でその危険が生じたときから20年経過後に、えー、と A や G に対して崩落防止措置を請求したときは消滅事項を援用することができるとありますがこれはできないよね物件的請求権ですから。 あごめんなさい所有権に基づくね消滅事項にかかる余地ないからねでたまにこれ引っかかる人いうのが占有権はあのダメだよあの専有保持の訴えとかあのあのいわゆる占有権に基づいた占有保持の訴えとか占有保全の訴えとか占有回収の訴えっていう占有訴権はあの期間制限ありますよだけども今回所有権に基づいてるからね 所有権に基づいているから所有権が消滅事項かかりません、だから A 所有の公土地ですから、えー、所有権に基づく、おそらくこれ、妨害予防請求なんだろうな、本件は。 この高土地の崩落防止措置の請求というのはおそらくはこれは所有権に基づく物件的妨害予防請求権と考えられますからえ所有権に基づく物件請求については時効にかかる余地はございませんということですね。では次にえ第68問の方いきます。68問についてはさーっとやっていきましょう。はい高土地の所有者 A がえ B がしゅまあ問題的にはここまでって感じになると思いますがえ高土地の所有者 A は B が所有する落ち土地上に えー、高土地のための通行地駅権の設定を受けたということで,ですね最初ね、えー、通行地駅権の設定を受けたで、えー、その後 B が落と土地上に大型トラック塀を駐車して A による土地の通行を妨げた場合、まあ、なんとなくねその通行地駅権つってここの土地通っていいよっていう、ね、通行地駅権設定したところなんか勝手になんかでそのそうだねそれでいいよねえー、っと待ってだからこう、まあ、もう一回言うね 高土地の所有者が、落つ土地を通るのかという状態だね、これ問題文ね。高土地の所有者が A が B が所有している、まあ、落つ土地の、落つ土地に、高土地のための通行地駅権の設定を受けたってことは、この場合、A さんが B さんの土地を使って通行するっていう契約を結んだ。そうしたところ、B さんがトラックを停車しちゃったせいで通れなくなっちゃったと。で、このとき A は通行地駅権に基づく妨害排除ができるかってことです。 ということですね、はいえー、全く問題なくできますなぜかというと通行地役権物件です、えー。物件的請求権はあの物件であれば認められますからですからこのような場合でも通行地役権ということは一応物件に当たりますから当然、えー、物件的請求は可能です。あの通常の所有権に基づくが多いけどはあのよく定等権でもやるじゃん定等権に基づくね。 あの妨害排除とかやることからも分かる通り別にあの所有権でなくても物件である以上は物件的請求権って認めるのが判例の立場なんですよですからこういう通行地役権に基づいてその妨害者に対してトラックどけろっていうことは要するに簡単に言うと俺は通行地役権があるんだとで俺が通れないんだからそのトラックどけろっていうそういう話でしょそれは通行地役権という物件に基づいてその円満な支配がもう妨げられてるんだからそれは別にあの B との関係でもやっていいよ。 あの別にその通行地域権の設定の相手方であったとしても円満な解決ができない場合ではできるというのが判例です。なのでちょっとよる余談ですけど不安な人はこれ判例として頭にこんなのあるって知っておくだけでもいいですそれでも出るとしたら同じような足だけだと思いますではあと4足 ABC が3分の1ずつ共有しています B は単独で高土地を何の権限もなく占有する D に対して明け渡しを請求することができないとありますが保存行為ですよね。 これはいいあの無権限者に対する明け渡しということは保存行為ですから単独でできるかんね、えー、これは条正し書きですよねあのちなみに不安な人はちょっと後で見といてあの共有に対して不法占拠者が共有物占有している場合と共有物に勝手に不実登記がついているとき。 つまりその共有不動産に対してその不法行為者に明け渡しを求めるときやその不実登記がくっついているのに対して抹消記請求する場合にはこれらはすべて保存行為とされていますですからその要するに不法行為者に対して明け渡せと言ったり不実登記を消せという話は保存行為だから252条正し書きで単独でできますからねとということですはいえ次いきましょう、「う」A は B が所有する公土地上に権限なく落ちた建物をどんと建てた。 でその後、A が落ちた建物を C に売却して所有権を移転したという状況です。まあ、そうするとまあ同じような問題聞いてるなってわかるでしょ、その無権限で勝手に落ちた建物をこれから A がつけてで、売却して所有権移転して C への所有権移転登記がされていないという状況だったらどっちにもいけるんでしょ、だから C に対して撤去請求することができるのは、これは丸ということになりますよねつまり A にも C にもも、OK、C ですこれはね。 これはあの直近問題だからね、まあ、こういう感じですね実態上の権利者にも、えー、登記名義人にも行けるということになりますから、まあ、問題なく A に対しても請求できるけれども C に対してもできるのは当然ということになりますはい, A, いきましょう A は A が所有する高土地に B のために定当権,いい、ね、権がついていますでその登記がされた後 C は勝手に伐採始めました。 誰だこいつとで伐採始めましたこの場合 B は定当権に基づくことができるかということですね定当、はい、権に基づく侵害は弁済期到来前でも可能ですえ要するにこれ定当権侵害がありますからですから非担保債権弁済期前であってもできますでこれはポイントはここです非担保債権の弁済期前であってものところをちゃんと押さえておきましょう一応定当権に基づく 妨害排除請求ということですからでちなみにこれねなんであのここ肝かって言ったかというと低等権侵害での不法行為請求は弁済記号じゃなきゃできないんです。低等権侵害されて不法行為に基づいてなんか侵害者に損害賠償請求するときは弁済記号じゃないと損害が確定しないから。 損害が発生したってことは言えないから、えー、一応 CF で書いておくと低等権侵害による7 0九条請求についてはこれは弁済期後にしかできないですだからまあ物件請求なのか損害かっていう違いかな物件請求はもういつでもできますお前何勝手に持ち出してんだよって話でいいんですよ 勝手に何か木を持っていくんじゃねえよって話で足りるんだけど損害賠償だって話は損害が必要だから弁済益すぎていることがいるんです。というのが判例です,ですのでここは意識しておいてください。でラストとです、す、え、こ、ー、土地にて設定された第1、えー、順位の抵当権の非担保債権が消滅したにもかかわらず第一抵当権残っていますじゃあ第二抵当権者は第一抵当権者に対して抹消請求することができるのか、えー、ということですけれどもはい。 えとまあ、できるんですよ、これは。もう要するに消せって言えばいいんです、邪魔されてるわけですからね、えー、第二定当権者については、そのまあ、言ってみれば、高順位定当権者が、もう一順位が消えてるんだったら、じゃあ、抹消しろっていう請求をすることはまあ可能であるというのが一応は、あのあの言われています。まあ、言ってみればあの、定当権に基づいた物件的請求として行うことができるとされています。まあ、そりゃそうだよねって気がしません。大あのあの自己栄養と混ざんない、ね 時効援用権の話とかなり混ざるけどこれはもう第一債務が弁済されてるなりなんなりしてもう定当権が消滅してるんですよただ時効援用っていうレベルとは全然違う話ねあの要するに時効が完成していて時効援用するっていうのはできないよねそれはね主債務者と時効援用するっていうのはできないけれどもこの次元は全く違うからねもう定当権がすでに消滅しているという段階だから単なる不実登記があるんですよ第一,第一順位についてはもう消滅してる以上不実登記なんですよ 1> いいよねえー、第1順位の低等権が消滅して、非担保債権が消滅したということは、低等権の存在はもはや消滅していますよね、不自由性で。ですから、もう低等権の登記は不実登記だから、あの単なる妨害排除請求できるからね、えー、第2順位の一つとしては、ふざけんなということで、えー、消すことができる、ちなみにこれ、正答率、これ、令和3年直近の問題だったんですが、尾の足は皆さん知らなかったかなっていう感じ、尾の足は結構、自信持って解けなかったかなという問題ですが、であについても結構微妙でしょ。 だからもう、いとうと、えをばしっと取れてるかどうかが勝負かな、いとうと、えをばしっとやっておけば、まあ、とりあえず、まあ、正当には至るのかなという気はします。あの 言ってみれば、いおっていうんでばつばつ選べればいいだけだからあのなるべくあの、おの足に、なんか初見足だから結構しんどいかなと思ったんだけど、まあ、UA が簡単なんで、な、ま、ん、あ、とかいきたいかなと、まあ、実際にあの正答率見ていただいても、第68問、まあ、9割近くが正答していますので、まあ、しっかり取れるところを取っておくようにしていきましょう、はいじゃあ。ということで、まあ、ちょっと長くなりましたが、えー、本日、えー、第1回の講義以上といたします、で大体担当のレベル感みたいなのを身につけてほしいかなと。 でで特にあの私が客観的によく申し上げるのはあの担当の問題ってのは客観的に全部難易度がほぼ標準化されてます予備試験はあの司法試験だとある程度波があって難問とかいやあの変な問題とか出るんだけどでそうすると、ね、自分がやってて どうなんか難しく感じた問題っていうのは相対的に苦手な問題だと思っていいです。まあ、問題が難しいってこともあるんだけども客観的にまずあの問題っていうのは難易度が標準化されてるから解いてる段階でちょっとこれ今までと何か違うぞとか思ってる問題は、まあ、正直弱点になっている可能性があるところなんであの論文プロパーになってるようなあの論文と重なる部分ね。 あの担当プロパーは知ってるか知らないかだからこれはしゃあないとして論文と密接に関わるような問題で低答権に入ったら急になんか進まなくなったなとかって思っている時には低答権が弱い可能性が非常に高いですからまあその辺りの担当プロパー以外のところはそこで弱点を詰めるということはしっかりとやっておくとよろしいかと思いますで一応、本日の講義は以上ですが次回の講義からは本格的に進めていきますえと大体どのぐらい進んでいくのかというところですが次回まではとりあえず全部とは言いませんよ。 あの全部の問題やりませんけれども予備試験の問題はこの民法1は全部やっといてもらえれば間違いないかと思います。えっと、今日ですね 第68問まで進みましたが予備試験というのがくっついている問題だから、まあ、解き方としては第71問それから第74問あ71問、72問という形でピックアップしていって予備試験にかかる問題だけ解いていただければと思いますで最初初、見の問題なので注意事項があって時間かけすぎないでくださいもう予備あの担当の問題というのは時間との戦いでもうとにかくもう次から次へと解いていかないと本番も間に合わないのであのどれだけかけてもいい。 1> 1問23分でやめちゃった方がいいだからちょっと考えちゃって悩んじゃった時点で分からないにしちゃってもやっちゃっていいですなのであの、まあ、時間がかかる問題確かにあるのでそういう問題についてはすごいじっくりかけたいところなんだけれどもある程度時間を計って、まあ、大体10問セットって考えれば10問セットで20分とかね えー、10問セットで20分とかある程度時間の枠を決めてしまってでそれで解いてしまった方が有効だと思いますただあの時間内に解くというのはあの担当合格講座が終わってからある程度数こなしていく中でやっていく内容なのであの、まあ、今の段階からなんか、ね、その時間を短縮化しようとうう思わなくてもそれは大丈夫ですあの時間をなるべく早くやってもらうのは習慣づけるためだと思ってくださいダラダラやる習慣が一番怖いのでもう時間を計って解いてその時間内に終わらせて丸ッタきつけて講義に来ちゃう。 であとはその段階でも講義で全部潰しちゃうっていう形にしておくのがまあ有効だと思いますのでしっかりとこなしておいていただければと思います。でちなみにあのごめんなさいね民法一全部ってことはあの前も含みますあの第一問から、えー、ですよね第一問から第二十 え、第18問までのところについても、あの、これ、1が全部終わってから戻りますので、えー、その部員しっかりやっておいていただければと思います。で、あとはですね、講座の特性上、あの、ある程度2回、3回、結構続いてかかって、あの、1週間で何回かっていう形で講義入ってくるので、あの、余力があれば、もう時間があるときに、予備試験の過去問に当たっているものは、あの、民法1、2、3、全部できるだけ早く終わらせちゃった方が、あの、間違いないと思いますので、えー、少し、その意味でだから解くだけでいいっていうのはそういうことね。あの、解くだけで全然、 あの構いませんのでそれでもう2週間ぐらいで一気にねまず1週やってしまうということになりますので、しっかり進めていきましょう。それでは本日のですね担当合格講座民法の第1回の講義は以上といたします。それれでではお疲れ様でした